魔法少女イジュピカちゃんカルタ。まあだからこれはラジオのいいとこでもあるんですけど、魔法少女イジュピカちゃんのルックスとかもどんな感じかみんな分かってないですか。でみんなでこのカルタを作ってるうちに決まっていきますからね。カルタ選考っていうね、先にカルタでキャラクターできてる。ペンネームミスターバックドロップ、あ、熱々のコシアンをマジカルステッキですくい敵に投げつけて火傷をさせるイジュピカちゃん。コシアンってとこが悪いね。コシアンのね、なんていうのか、ビシャっていった時のもう取れない感じっていうか、すごい、それもこうすくってだよ、マジカルって握りのところでうまくこびりつかしてこう、あのビンつって、熱々熱々熱々、もうしませんからっつって。ペンネームソフィーと双子の姉妹、あ、有吉反省会が終わってしまい、毎日インスタに載せていたグロい料理写真をピタッと止めちゃうイジュピカちゃん。ペンネームキリングガンス、あ、明らかに額から血がドクドク流れているものの、いちごソースなのらと言い張るイジュピカちゃん。やっぱり俺の世代はナノラとか好きだね。ナノラとか、あの結構書いてくれてる、例題にもあったから書いてくれてる人がいる、何ピカみたいなやつが、まあ基本的には好きですけどね。ペンネーム鍋定食、あ、アイスピックで敵の目ん玉をザックし行くことを氷魔法と言い張る。属性違う。属性は鋭利だよ、鋭利ね。氷魔法って言ってね、炎系の敵ということは魔法学校で習った通り氷魔法で対抗するのらって言って出してくるやつがアイスピックだから。で目をかけてはいっつっていくから。ペンネーム田中福郎、イーロンマスクにクソリプを飛ばすためのアカウントを6個作っていたら夕方になったイジュピカちゃん。らしい名前とか作りたかったんだろうね。あとらしい名前、パスワードとかもわからないようにならなくするとかね。なんかその、お互いをうっかりフォロー、なんかメインアカウントをみんなでフォローしといた方がチェックがしやすいと思ったんだけど、いやこれはちょっとサブ福赤が見え見えだなと思ってやめたりとかしてたら、あ、夜かっつって。しかもイーロンマスク撤退みたいなね。今なんかツイッターのさ、あの不具合っていうか、ツイッターに便乗して金儲ける会社許さねえからなみたいな、あのサードパーティーのクライアントことごとく使えないよ。ペンネーム宮塚さん、イジュピカちゃんはスポンサーに気を使って水野以外のバットで殴ります。土屋隆之、イーチコを墓石にぶっかけて、じいさんよ、いつかそっちに行った時はあの世でいっぱいやろうやとつぶやくイジュピカちゃん。第1話のオープニングですか。第1話のオープニングはもう全然そのイジュピカちゃんも出ないうちに、あの名前が見えないお墓、苔むしたお墓にかけながら、じいさんよって言うところから始まりますからね。ペンネームカルロスイベリコブタ、イジュピカちゃんふりかけは合成着色料のみを使用しております。いやいや、それはふりかけじゃねえよ、合成着色料だよ。ペンネームあの日知恵熱が出たんだ、居酒屋にアイコスを忘れてきて、血眼で昨夜はしごした順番の逆回りで探しに行くイジュピカちゃん。魔法が全然出てこねえよ、魔法で探せよ、普通に
最後の店は覚えてるっつって、ね、ここからタクシー乗ってから絶対ここ最後の店なんだよって言ってすいませんなんつって、アイコスの忘れ物なかったですかなんつって、俺このシリーズが好きで、何々の巻っていうのを一応例題に入れてたんだけど、埋めた死体の上にラウンドワンが立ったピカの巻工事現場の支柱のところで、ここはどうやったってこのビルが解体するまで絶対ないんだからとか入れたら、 でも知らなくて、あのでっかい支柱のビル、やっぱビル、立派なビル、ラウンドワンになってるっつってなったピカっつってね、ペンネームマイペース、うちはネタだけで盛り上がっている、若手芸人ライブに乱入して全員生死に戻してやったピカなのの巻き誰か声優さんでやってくれる人いねえかな、声優さんでなんかこの番組聞いてる人たまにいるじゃんか、可愛い女の子の声出せる人に、うちはネタだけで盛り上がっている、若手芸人ライブに乱入して全員生死に戻してやったピカの巻き、ペンネームただ今日生きる、好きな食べ物ね、こういうのキャラ設定で必要ですから、うずらの卵を4個串にぶっ刺したフライが大好きなイジュピカちゃん、あれがたまんねっすね、あればっかりって串カツ屋行ってんのにあればっかり食べてるから、ペンネームイエロー軍曹、駅そばで、そば屋駅そばでしなしなのゲソ天を出した店員をステッキでぶん殴るイジュピカちゃんってそれじゃねえっつってそれじゃねえコンっつって常連に出すもんじゃねえだろっつって、まあね毎日顔を見てるだろっつってペンネーム宮塚妃、エンディングテーマ曲は竹原ピストル作詞作曲のイジュピカちゃん音頭って、喉が渇いていたみたいなやつをねえねえ、だけどやるしかねえみたいなね、もしも魔法があるんならっていう、俺の未来を消してくれっつって、その感じのね、ペンネーム春日、ええやん、せやねんが口癖だが、生まれも育ちも新潟のイジュピカちゃん、魔法の国でもないんだね、ペンネーム私は再生紙でできています、エモーイと言いながら動物の交尾の動画ばかりを見るイジュピカちゃん北あかりの目覚め、えなこがコスプレをしているとマージンを要求してくるイジュピカちゃんペンネーム左哲郎、大仁田敦そっくりの使い魔を従えているイジュピカちゃん、使い魔の設定ね、使い魔と、あとさ、ペットキャラみたいのもいるよね、そこかねえペンネームガハラ軍曹、オール巨人師匠、お先に勉強させていただきますピカの巻き言わないでボコられてんだろうな一回な、なんだろうって、君どこの弟子って言われてんだろうなおそらくな、ね、じゃあラスト、ペンネーム豆腐構造、オイルデルを試合前のラガーマンに飲ませたらめちゃくちゃ怒られたピカの巻き、スクラム始まったにムリンズムリンムリンズ魔法じゃねえんだよ、全然魔法じゃねえんだよ、魔法少女イジュピカちゃんカルタ、カジョン、ペンネームかき揚げ団員か、カジサックの動画に魔法で作った300個のアカウントで低評価をつけるイジュピカちゃん
魔法でアカウントを作ってるところ以外はものすごい陰湿です。その魔法で一発で300個作れちゃうから、何かこうそこまでネチネチやってる感じしませんけどね。ペンネーム BJ サトルか、カップヌードルの残り汁にご飯をぶち込んで作ったおじや風を囲んで魔法力を回復するイジュピカちゃん。な MP、ね、RPG の MP がゼロになっちゃうと回復するのらーっつってね、ぐる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 ーっつってもう油の浮いちゃってる、油の浮いちゃってる昨日のだよねそれっていうカップラーメンの中に、でジャーで保温してる飯をぶっ込んでぐる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 ーっガツ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 ーっつってMP が充満したのだみたいなね。ペンネーム暴れん坊地蔵、カナブンの大群に乗って移動するイジュピカちゃん。黒煙みたいなやつ。だからイジュピカちゃんが普通はさ、テルルルルルンって飛んだりとかするじゃんか。そういうんじゃないから。っていうか、歯音の、小さい低い歯音のすごい数のやつの、っていうところで。ペンネーム BJ サトルか、かわいいかわいいってボル塾のアンリに言っている女がいたからよかれと思ってアンリクリソツの顔に魔法で変えてあげたらめっちゃキレられたピカの巻。ペンネームカレーゆく花の姫か、快活クラブの入り口付近にござを引き Wi-Fi 電波を拾いながら3時間過ごせるイジュピカちゃん。特殊能力です。特殊能力、ここは絶対はみ出てるっていうね、ここからは絶対はみ出てるはずだところを見つけてね、 Wi-Fi が3本立ってますってところでね。ペンネームそろそろ旧姓中山か、金持ちユーチューバーの振りももう限界ピカの巻。なんかさ、その今こうユーチューバーの中でさ、ユーチューバーはもう稼げないっていう真実のとかちょっとわかんないんだけどさ、まあ、これがもう稼げないっていう、本音と弱音なのか、むしろYouTuber が稼いでる稼いでるっていうことに対する風当たりの強さみたいのをなんとかしたいと思ってる、戦術なのかわかんないし、一方でそんなこと言ってるやつはコンテンツ力が弱いだけで全然前のまま稼げてますよっていう、でこれはその武士は食わねどじゃないけど、本当は儲かってないけれども、それは言わない方がいいんじゃないかと思って、その辺のもう、わかんないじゃん。もう全然ないまぜになってるけど、金持ち YouTuber の振りももう限界ピカって。ね。ペンネーム、たまずか。辛口の黒霧島を口に含んで傷口に向かってしぶきを吹きかけることを回復魔法と呼んでいるイジュピカちゃん。ポンって開けてグビグビグビブワーケアルケアルじゃねえよ。すげえ市民だな回復魔法って。ペンネームスズムシ食べたか、加藤一二三の残った歯を魔法で全部歩に変えるイジュピカちゃん。小さい歩なんだよ全部ね、小さい歩。ペンネーム適当文化生か、壁にデカデカと女性器を書くとそこがワープゲートとなる。
それもリアルなやつを書いて、ステッキでこうやってリアルなやつ書いて、それをクパーって広げて、中に、ほなっつって、中に帰ってくから。ペンネーム虹色ろうそく、木。強敵には普通に拳銃とかを使うイジュピカちゃん。魔法とかじゃなくて別にっていうかね。だって倒せばいいんでしょ、敵なんでしょっていう。でいて、その、おまわりさんに捕まりそうになると、おまわりさんの記憶からこのこと全てを消す魔法は使うけどね。魔法少女だからね。ペンネームピカは。ギャオで3月から独占配信予定だったのに、いきなりはしごを外された形のイジュピカちゃん。ギャオ終わんだってね。びっくりしたね。どうなってくんだろう、ああいう、なんかさ。だって、ついこの間の M1 もギャオって協賛ついてるよね。で、そのギャオで、その若手のネタ見ましょうみたいなやってるよね。ああいうコンテンツってどうなの？要するにあそこにはさ、後にすごいこう売れるかもしれない若手のさ、動画があるわけじゃん。あの動画って、どこ行くんだろうね。でもなんかさ、本当にさ、さっき言ったら時代が早すぎてさ、ちょっと前までもうネットフリックス一強だったじゃん、配信って。で、ネットフリックス入っとけばとりあえず問題ないだろう、だったのが、ネットネットフリックスの勢い落ちたっていうか、まあ周りも逆襲してきて、あ、これはアマゾンプライムしか見れないんだとか、ユーネクストも、そろそろもういいかと思ってたら、ゲームの、ラストオブアスのドラマが、ユーネクスト独占みたいな感じになって、なんかもう一寸先は闇っていう、ディズニーも最近急にやってきてるけどさ、でもこうなっちゃうとさ、全部入んなきゃなんなくなっちゃうじゃん。それもたまんないよね。ギャオでイジュピカちゃん、ごめんね、魔法少女イジュピカちゃん、ギャオでやる予定だったんだけど、今だから宙に浮いてる状態だよね、今ね。ペンネームマイペース、キ、強敵にどうしても勝てなさそうな時は、マジカル時短で折り合いをつける。平和じゃん。平和じゃん。だから、MP にも限界はあるしさ。あと、強力な魔法に強力で返されてるうちにさ、たくさんの人に迷惑かけるんなら、じゃあここは痛み分けということでっていう、ここに関しては私引きますんでっていうね。クラスメイトの3分の1とはもう二度と会えなくていいですと。昆虫にしたままで結構ですからと。ね。これ以上昆虫に変えるのはやめてくださいませんかみたいな。これがもうマジカル時代。ペンネーム、母さんと白熊さんが、木。嫌いな人はいない？今なら、3万円であなたの嫌いな人をペットボトルに変えてあげるピカ。と、親友に耳元で囁くイジュピカちゃん。ラベルの柄がそいつのいつも着てる服の柄なんだよね。で、立ってんだよね。で、風に飛ばされていくんだよね。ペンネーム、お父さんの宇宙が来たよ。嫌いな奴が食べているトムヤムくんの具を、魔法の力で、あの、枝みてえなやつだけにして懲らしめるイジュピカちゃん。あ、なんだろうな、あのさ、ミョウガと枝の間ぐらいの入ってるよね、なんかね。でもなんかそう、ミョウガと違ってなくなんない感じの、何かもうこれ以上はダメなんじゃないかみたいな入ってるね。あれだけだよ。エビとかも入ってないんで、エビとか一切、袋だけとかエビとかもう一切入ってないんで、あの謎の枝みてえなやつだけの。ペンネーム、ソフィーと双子の姉妹、ヒ、北王子金屋の髪をいたずらで白黒反転させ怒られたことがあるイジュピカちゃん。そんなにじゃ、だから米髪のところが黒くてっていう、それ以外が、白くなる感じ。ペンネーム、ソフィーと双子の姉妹、
クレイジージャーニーでなぜか丸山ゴンザレスが潜入する先にいるイジュピカちゃん。何をやってたの？あ、イジュピカちゃんだ、だって。ペンネームマイペース。グッチ雄三さんの料理に正直なコメントをしたら、帰りの楽屋挨拶で顔も合わせてくれなかったピカの巻き。こゆいっつっちゃって。ねえねえ、こゆいっつペンネーム、ヤーナムステッパー。車で相手を跳ねることを、召喚魔法と言い張るイジュピカちゃんって。こうなったら召喚魔法しかないのらーって言って、チラって見ると目配せされた運転手がフルでダンプのアクセル踏んでくるから、召喚じゃ、まあ、召喚だけど。で、その運転手をやったチンピラのヤスっていう男を召喚してはいるけども、ちょっと違いますよね。ペンネーム、チンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい。熊のプーさんのぬいぐるみを生きているグリズリーに変えて会場に向かう羽生結弦ファンを一網打尽にするイジュピカちゃんガーンって田中フクロウ、クジラを爆発させてゲラゲラ笑うイジュピカちゃん腐ったクジラの爆発する YouTube 俺意外に好きだけどね、イジュピカちゃんがやるから、ね、近隣の人たちが集まってるとクジラの皮って硬いから中が腐敗していくとガスがたまるんですよ。で、ある日突然バーンって大変なことになるんですけど、あれがイジュピカちゃんも伊集院光さんも大好きです、ね、ペンネームゆうゆうゆう、幻覚魔法、幻覚魔法を自分にかけて辛い現実から逃げられるピカの巻、ウルトラマンキラ太郎、ケルベロスみたいな使い魔に、使い魔っていう考え方はあんまなかったね。なんかその使い魔ってさ、正しいかどうかわかんない、なんか俺のイメージは今まではこうペットの武具とかそういうのがいたやつが、そいつ仮の姿でペットだったりとかするんだけど、なんか本性は魔物で、護衛をする、お手伝いをする魔物でみたいやつが、使い魔とかね。ケルベロスみたいな使い魔にそれぞれ、純、長作、南春夫と名付けているイジュピカちゃん。いや、南春夫じゃないんだけどね。あれすぐ忘れちゃうんだよ。純、長作、南春夫でございますって叩かれる、あの人なんで、庄司さん。庄司さんだと思う。多分、また忘れると思う。ねえ。ペンネーム。山伏の息子。競馬新聞に、イジュピカのマジカル大穴予想というコラムを連載しているイジュピカちゃん。誰向けなんだよ。ペンネーム豆腐小僧、小賀衆にサインがもらえて飛び上がって喜ぶイジュピカちゃんペンネームスズムシ食べた、光電泥棒を突き飛ばしたら後頭部をブロック塀にぶつけて動かなくなったピカの巻き。ペンネーム西かなで、子グマをペットにしているのはかつて誤って母グマを殺めた時の罪滅ぼしのため。なんか可愛いさ、それこそさ UFO キャッチャーでさ人気が出るような子グマのキャラクターね、ぬいぐるみをみんながこう飾れる子グマのキャラクターなんだけど、回を追うごとに分かってくんだよね。でいて、なんかみんなが子グマは知らないんだよね、そのことを知らないから仲いいんだけど、いつか子グマが知るんじゃないかと思ってドキドキする要素。魔法少女ものにいる？ラスト。ペンネーム、吐瀉物。
この番組は帝愛ファイナンス赤ひげ薬局天下の提供でお送りします。あんまりね、魔法少女モノの時間帯じゃない、魔法少女モノの間に赤ひげ薬局はあんまない気がしますけどね。ということで、今日もちょっと可愛いね、イジュピカちゃんの秘密がいっぱい明らかになりました。魔法少女イジュピカちゃんカルタ。まだ自分たちの中であんまりこう固まってないんですけど、なんかさ、二等身とは言わないけど、こう三等身ちょいぐらいの大きさのつぶらな瞳の感じなんですけどね。ペンネーム外オーバーウォッチングか、怪奇イエスどんぐり RPG にプレイヤーチェンジ、プレイヤーチェンジだけ5時間させる魔法をかけて足腰を立たなくさせたピカの巻き。ずーっとだよ、何にもやらないままプレイヤーチェンジ、プレイヤーチェンジ、お客さんも魔法かかっちゃってるから、それがおかしいとも思わないから。ペンネームカルロスイベリコ豚か、カワハギの刺身を肝醤油で食べながらイリチコを飲むイジュピカちゃんだ。魔法要素がねえんだよ、もっと言えば少女要素もないんだよ、魔法でも少女でもないんだよ。肝醤油をもう本当にさ、もうこれだよ、これだよっていう顔してますからね。いやー、まあそうだな、飯テロだよ。深夜番組でさ、カワハギの刺身と肝醤油っていう飯テロあんまないよね。大体若者が聞くからさ、夜中なのにさ、あんかけチャーハンの焦げてるやつとか結構こう飯テロだよってあるけど、肝醤油そんなに。ペンネーム一生向けないまま僕は、この設定すごいわ、この設定をありとあらゆる魔法少女ものに、魔法少女ものでこの設定ってあるかな。か、回復呪文、回復呪文で戻った体力の分、知らない誰かの命が削られていくことを実はよく知っているイジュピカちゃん。そうじゃね、エネルギー保存の法則みたいなやつだ。さ、誰かをさ、こう助けてあげるっていうことはさ、例えばわかんないけど、事故で死んじゃった子供を生き返らせてあげて、その子が平均寿命が生きるってなると80年分ぐらいあるわけよ。でそうすると10人の寿命が8年縮んでるっていう。でいてイジュピカちゃん知ってっかね。そのことを知ってるから、かなり死んだ目で多分魔法の寿命呪文唱えてますからね。ペンネームダウか、怪人との戦闘前にスティックの柄に日本酒を吹きつけてから手のひらにさらしでぐるぐる巻きにするシーンがカットインするイジュピカちゃん。おかしいじゃん、だってさ、あの長ドスをさ、手のひらにぐるぐる巻きに、さらしでぐるぐる巻きにするのは、長ドスは唾がないから、その握力が衰えてきた時に抜けるからっていう理由でやるわけじゃん。で要はそのあれは武器だからね。杖はさ、ボコ殴るもんじゃないでしょうね。だって要はそこからビームとかが出るやつだから、そんなにグリップをぐるぐる巻きにする必要はないからね。ペンネームセミが鳴いとるんやか、桂宮治の髪型が AV 女優の整いすぎた陰謀に見えてしまうピカの巻き。もうそれにしか見えないじゃん。やっと山田五郎先生がさ、毛も薄くなり始めて、そうじゃなく見え始めたのに、もう宮地さん整いすぎ、もうだからさ、いやまあまあ宮地さんがの頭が陰謀に見える分にはいいけどさ、逆にたまたま自分のお気に入りの AV が宮地さんに見えた時にもう抜けねえじゃん。宮地さんがその整いすぎた陰謀に見える分にはもう抜いちゃえばいいじゃん、宮地さんでね。
そう来たか、魔法使うやつねえかな、何々の巻あった、ペンネーム北明かりの目覚めか、片焼きそばにお酢をかけすぎて激しくむせたから日高屋の店員を虫に変えてやったピカお前の差し加減向こうのつけてきたものがまずいじゃん、お前が酢をいっぱいかけてあったかいあの酢でケホケホなっちゃったからつって、たまたま横を通りかかった日高屋の店員さんを虫に変えるとは、うん、ウォッス10番か、金村義明にの犬を飼っている犬塚ちゃん、あ俺さ、そルールがあんま分かんないんだけどさ、その俺らの子供の頃は結構その犬飼ってたり猫をお供に連れてたりとか したんだけど、例のあの使い魔みたいなさ、その悪魔の使いっぱしが出てからは変身すんの、あいつは。例えば日頃は犬に化けてるけど実は使い魔みたいのも、あれ日頃は金村正明そっくりなんだけど大輔勝負せいでおなじみの、血液ドロドロやねんでおなじみのね、おなじみじゃねえそんな口癖ねえよねえ。でも金村義明にの犬はすごい好き、ペンネーム記事に間でシーマか、快活クラブのアイスコーナーを汚く使う輩をコロコロコミックで殴る犬ピカちゃん、ま、魔法コロコロコミックでぶん殴るんじゃ魔法少女である意味ねえからね。コロコロコミック、あのそいつが汚く使ってるやつが、あのソフトクリームの点々が続いてるところがどうやらマッサージチェアのところで、で半寝ぼけで寝てるところをスネをコロコロコミックの角でガーンっつってちゃんとしろっつってみんなのソフトクリームだバカタレがっつってだから魔法を一切使わねえんだよペンネームただ今日を生きるか、カーネクストが古い車も動かない車もどんな車も買うと聞きつけ、腐ったかぼちゃを次々と魔法で車に変えて一儲けしようと朝日奈央に一番近い営業所を紹介してもらうイジュピカちゃん、ペンネーム恐怖グラタン男か、雷魔法サンダー系ね、サンダラ系ね、雷魔法と言いながらハンドルの下の配線をバチバチとさせて車を盗むイジュピカちゃん魔法じゃねえんだよな全然。ペンネーム BJ サトル、汚ねえ安い古本を拾ってきて回復魔法で綺麗にしてからフリマアプリで転売するイジュピカちゃん、ペンネーム虹色ろうそく、強敵に追い詰められるとマジカルパウダーを鼻から吸い込むイジュピカちゃん、もうダメなのピカーってなってる時にマジカルパウダーをクレジットカードで細かく叩いて、でドル札を丸めたやつでクリッてね、魔法かなり斬新な回復の仕方、マジカルパウダーは魔法の国のお母さんがイジュピカちゃんの好物を細かく作ってくれた、いやもう手作りのきびだんご的なやつだからね、お母さんの愛によってだからもうそれで必ずうわっつってえ映画でしか見たことねえのにってペンネームピカは木、金玉の重さを魔法で2トンにされ、おいなんだよこれどうなってんだよとずっとうるせえ梅沢富美男おい、何やってんだよ俺ペンネームボブサップ、金太郎のイジュピカちゃんのモノマネが気に食わず事務所に呼び出してマジカル圧力をかけるイジュピカちゃんマジカル圧力って何ペンネーム23歳の自称人クンニをしてくる敵を
10万馬力の窒圧で締め殺すイジュピカちゃん。もうさ、書き出しからおかしいじゃん。訓練をしてくる敵をっていう、敵が訓練を、敵が訓練をしてくることはないよ。今までの魔法少女もので一回もないよ。なんだよ、敵一旦気持ちよくしてくれようとしてんだよ。なんなんだよ。ペンネームタイタンパー、タイタンパー。詳しい人が聞かないとわからないが、イジュピカちゃんの魔法の呪文は、知名度が微妙なプロ野球外国人選手の名前を並べたもの。あー、今レイエスって言ったみたいなね、その感じの、今レイエスって言ってたよねっていう。そのブラッドリーって今入ったね、ブラッドリーってみたいな、そういう有名じゃない動画ね。ペンネーム適当な溶接工。次回、ね、予告く黒霧島を飲みながら空を飛んでいたので焦げろを吐いちゃったピカの巻きだ。ペンネームウルトラマン木田太郎くクモンに行くと言ってシーシャバーに通い詰めているのがお母さんにバレたピカの巻きだ。なんかさ、シーシャバーとか一回も行ったことないし、行きたいとも思ったこともないけどさ、3年後にあるかね。もう今シーシャバー行ってますみたいな、そのインスタとか、そのそういう人たちいるじゃん。みんな保存しといて3年後ぐらいにもう一回見てみよう。もう一回ね、もう一回見てみたい。ペンネーム、マテールパン、軽自動車で敵に体当たりするイジュピカインパクトで何でも解決する。ペンネームマーチブラウン、消せるボールペンで借用書を書いたおかげで腎臓を売らなくて済んだピカの巻き。魔法で借用書を消せよ、その消せるボールペンじゃねえよ。ペンネーム軍手のイボタイちまみれてる、軽トラの荷台に衣装とか魔法ステッキとかが雑に載せてある。すげえな、変身するとき、変身してなんか一仕事終わっちゃったらもうバンバン、どうせ洗濯するからっつって、ステッキとかが坂とかカーブでガラン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 ってなってるっていう。ペンネーム雨天結構、コンビニでタバコを番号で言わない客に魔法で数字しか言えない体にしてやるイジュピカちゃん。こっち吸わねえからわかんねえんだよみたいなね。それのね、何番ですかっていう。ペンネーム北明かりの目覚め、後半に登場する出場者の点数合計470点を魔法の力で一瞬だけモニターに映し出してしまうイジュピカちゃん。あれイジュピカちゃんのいたずらだったんだ。大騒ぎになったかな。ペンネーム紫の猫、この子には何の罪もないんです、悪いのは私なんです、どうか私に罰をお与えくださいと泣きじゃくる母親の前で堂々と子供を荒巻き鮭に変えるイジュピカちゃん。あくるくるくるっつって荒巻き鮭にしちゃう、モテってモテっていいよ。イジュピカちゃんの容姿がちょっと想像できる、スズムシ食べた、コットンのキョンに週2で間違えられるイジュピカちゃん。でも目はつぶらだよね、目はつぶらっていうことはちょっと分かりましたけどね。こんなところですかね。ということで、魔法少女イジュピカちゃんカルタ、作業、ペンネームトラウトマン、さ、ザジーとコスチュームが丸かぶりのイジュピカちゃん。まあ、全然大丈夫だよね。どっちかと、ザジーの方がどうかしてるだけだから、ピンクで羽ついたって全然いいよね、そういう意味じゃね。
顔もそっくりってなってくると、まあ、ちょっと違ってますけどね。奇抜すぎて、ザジーが、衣装とかネタとかが奇抜すぎて、ザジーがしゃくれてることをみんなあんまり気にしないよね、なんかね。ペンネーム山伏の息子。さ、サライを泣きながら歌っている人たちを魔法で勃起させちゃるピカの巻き。ギン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 つって。さくら、ギンギンつって、ね。もうそっちが気になっちゃって。みんなちょっと前から見て歌ってるんだよね。加山さんもね。でも加山さんぐらいになってくると、おっつって。ペンネーム逆エビ。さ、作画崩壊のせいで力士トールに見えるイジュピカちゃん。作画崩壊は今、まあコンピューターの時代になってもあるのかしら。俺らで言うとやっぱりそのガンダムとかのククルスドアンの島の会のザクひでえなみたいな、あのザク多分プラモデルかフィギュアで出たよね。作画崩壊してる顔の長いザクみたいな。ペンネーム若い石、あ、若い石の前にペンネームエースコイン食べのすけ。さあ、これさじゃねえな、ごめんなさい、ペンネームスズムシ食べた。さ、産卵のために命がけで遡上する鮭をマンボナンバーファイブに合わせて行ったり来たりさせる魔法をかけるイジュピカちゃん。必死なんだけどね、鮭。で、若い石死ですね。少年受刑者たちの慰問で漢字を使った感動的な話を話で構成を促すイジュピカちゃん、ゴルゴくんじゃねえか。魔法とも何にも関係ねえし、ゴルゴくんのやつ。もし構成させたら魔法でしろよ、魔法で。辛いって言うじゃな、一本足すとな、幸になんだからみたいなね。山伏の息子。死、召喚魔法で100人のシル男優を呼び出すことができるイジュピカちゃん。なんかステッキとか杖みたいなやつをグルーンってやると小さいシル男優がわーって出て、それがどんどん大きくなってって、でちょっとおちんちを甘いじりしながら近づいていくっていう。ペンネーム虹色ろうそく。し、真剣に答えるタイプのクイズ番組と多少ふざけてもいいクイズ番組の違いぐらい見極めろピカの巻。どんな話なのね。真剣に答えるタイプのクイズ番組に割とその日の浅い若手のお笑いが出て、ボケて全員がそういうんじゃない、 笑わせるとこそういうとこじゃないっていう、あの感じだよね。ペンネーム終電まんじ。ししめ様、しめ様みたいな匂いがするピカ、しめ様みたいな匂いがするピカと言いながら自分の脇の匂いを嗅いでいたら、お父さんである魔法の国の王様から飯食ってる時ぐらい静かに食えと怒鳴られるイジュピカちゃん。普通に昭和の家だけどね、俺の中で頭に浮かんだのは、ね、昭和の家のちょっとどうかしてる子供だもんね。んく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 ん、しめ様みたいな匂いがするピカ。ごめんごめん、さ、魔法の国の王様ってことは魔王だよね。魔王の口調として飯食ってる時ぐらい静かに食えっておかしいよね。どうやったっておかしいよね。ペンネーム汚い手でいじりました。し、下着画像を SNS にアップしたら体重80キロ以上の人は絶対やって、脂肪燃やす菌爆売れの広告画像に無断転用されていたイジュピカちゃん。あるよね、なんか TikTok とか見てると嫌なのがさ、中途半端に自分の個人情報が入ってるからさ、どこどこ区にお住まいのみたいな、どこどこ区にお住まいの楽して痩せたい人大募集中みたいなやつとかすげえ来るよね。で、それがさ、多分なんかで多分検索したやつが入ってるからさ、ビタッと来るじゃん。ビタッと来るやつすげえやだよね。
だけどあのこれ魔法少女ものアニメのストーリーの中にこれは僕はいらないと思うよ。ペンネーム田中氏、灼熱魔法ピカと言ってグラグラに煮えた麻婆豆腐をかけてくるイルピカちゃん。あの魔法で灼熱魔法ピカって言うと杖の一番頭のとこだけがお玉に変わるんだろうね。でいてあの麻婆豆腐はちゃんと作ってます。ちゃんとすげえ辛口の沼みたいなやつをびっぴきびっぴきかけていきます、かけてきますからね、うん。ペンネームチェリマツ氏、脂肪を吸引する魔法をイジュピカちゃんにかけてもらったら跡形もなく消えちゃった大鶴肥満。あの草野球来てましたね、走ってましたね、あの走るんですよあの男意外に、ね、あいつが走ってる姿、土煙上げて走ってる姿本当にガンタンクっぽいんだよね、すごいガンタンクっぽいんだよ、ペンネーム北明かりの目覚め、スミレナの悪いところだけを抽出して凝縮したエキスで満たされた壺に毎日手を入れ、ついに読書を得得したイジュピカちゃん。スミレナの悪いところ。その男火星方形につき、スタ丼の上に落とした生卵が丼からこぼれ落ちたのを誰も見ていない隙にマジカルステッキですくい上げ、そのまま勢いよく米とかき混ぜてかっこむイジュピカちゃん。あるよね、丼物の一番上の頭頂部のところにくぼみをちょっとしかつけないでケロっていった時の横にツルンっていってもう割れもせず、濃厚卵白ももっこりしたままあのカウンターの上行っちゃって、どうかなみたいな、見てねえかなみたいな。魔法はねえ、ペンネームボブサップ、スパチャをくれた方にスパチャをくれた方にダイソンで大陰唇吸引じじいさんありがとうございますとしっかりお礼を言うイジュピカちゃん。何やってんだよ、何やってて誰なんだよお前は、お前はさ、ペンネームエースコイン食べのすけさん、酢飯を冷ますのに風魔法を使いうっかり力加減を間違えてタナシを町ごと吹き飛ばしてしまうイジュピカちゃん。普通にうちわでできるやつだけどね。ペンネームピストルチョコ、生産者の顔の写真を全部坂井俊哉に変えられるイジュピカちゃん。専用魔法なの、それをするための坂井俊哉にする魔法なのね。ペンネーム山伏の息子、世界中の子供たちに愛と平和と FX トレードの危険性を教えているイジュピカちゃん。レバレッジの高い勝負はやめた方がいいよなんつってね。それを教えてくれるんだよね。いやリターンもでかいけどっていうことはそうね、危険性も高い、この辺を教えてくれる。ペンネームボルナトス、声優が次々と不祥事を起こし降板するためイジュピカちゃんたちの声が毎週変わり、いつまでたってもキャラクターと声が定着しない。やだろ、なんかイジュピカちゃんやった声優さん何かしらで炎上して何かしらで消えていくから全然違う声になっちゃうんだよね、ずーっと違和感がずーっとあり続けるっていう。ペンネームドラゴンシールドプラスさん、ソープランドの社長が脱税をして貯め込んだ汚いお金を。そんなの魔法少女ものには出てこないです。ソープランドの社長が脱税して貯め込んだ汚いお金をマジカルロンダリングでくる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 ーっつってね、綺麗にしてあげるイジュピカちゃん。杖をくるくるーって回すとそこからこういっぱい領収書が、ね、すごいこう領収書とか契約書とかが出てきて綺麗にロンダリングされるっていうね。ペンネームソフィーと双子の姉妹です。これ背だ、背戻っちゃったごめん、背
全然知らない他人の葬式に行っては勝手にザオラルの練習をするイジュピカちゃん。ペンネームピストルチョコ。そ、蕎麦をつゆにべちゃべちゃにつけて食べていると、おじゅにゃん、そりゃ粋じゃねえよと店主に言われ、こっちは金払ってんだ、好きに食わせろと脳に直接言い返すイジュピカちゃん。かろうじて魔法要素、かろうじて普通に、おい、こっちは金払ってんだよ、お前、好きに食わせろって言うんじゃなくて、店主の、注意した店主の頭の中に、それが響くっていう。そんなところですかね。ちょっと順番が行ったり来たりしてごめんなさい。さあ、行きます。魔法少女、イジュピカちゃんカルタ。ペンネーム、豆腐小僧。さあ、サラダチキンに蘇生魔法をかけて不死鳥炭、不死鳥爆炭ピカの巻。サラダチキンってさ、ダイエット始めた頃超うまいのにさ、なんで途中で憎くなってくるのかね。この野郎ってなってくるのかね。同じく豆腐小僧。さ、鎖骨をピンポイントに狙ってマジカルステッキを振り下ろすイジュピカちゃん。ゴツッとした棒だもんね、もうね。魔法じゃないもんね。あの、こんもりなってるところを鎖骨にガッて一番折れやすいところ。ペネムニトロ。さ、サバの水煮缶を熱々の丼飯に汁ごとぶっかけて、マヨネーズをブリブリっとかけて、醤油と七味で味付けしたマヨサバ丼を食べると、どんな傷でも治っちゃう。イジュピカちゃん。でもなんかさ、最近のアニメは詳しいわけじゃないから申し訳ないけど、こんな設定もありそうだよね。なんかその、こう、いかにも可愛い子なんだけど、その、好きな食べ物が下世話みたいな、その、魔法の国から日本に来て初めて食べたのがこれだったから、みたいな。ペネム、こめかみベアクロウ。さ、最終回は、首がもげ、片腕の状態で天に向かって魔法を打つ。あんまアニメ詳しくないんだけど、似てんのあるよね。似てんの俺あると思うんだけどな。最後多分イジュピカちゃん、僕には帰るところがあるんだっていう気がするんだけどね。やっぱさ、基本はさ、こうやっていっぱいネタ書いてくれる人はさ、さっていうとこでさ、ワードとかさ、さっていうで人名とか探すと思うんだけどさ、なかなか手のついてないやつって少ないじゃん、手垢のついてないやつって。ソフィーと双子の姉妹。さ、ザハ・ハディット案の新国立競技場みたいな女性機のイジュピカちゃん。ザハ案でおなじみの。無事東京オリンピックも済み、みんなの忘れてるザハーンでおなじみの森元首相が、あんな生ガキの垂れたみてえなやつって言い放った、生ガキの垂れたやつみたいな女性器なのそのてかザハ、ハディットまで、ハディットはもともと俺覚えてないもん、ザハアンだもんね、もうね、ザハアン、うん。ペンネーム、ソフィーと双子の姉妹。さ、3ヶ月間魔法を使わなかったら普通の人間になれると言われ、恋する男性のために我慢をするも、3日目に魔法でミンミン餃子をお取り寄せしてしまう。気軽に使ってんじゃねえか。気軽に使って楽天でなんとかなりそうじゃねえか、お前。普通にイジュピカちゃん。ペンネーム、ニュー川崎。シケモクを集めて回復魔法で新品同様のタバコを作るイジュピカちゃん。ほぐして巻く。ねえ、ほぐして巻く感じでね。ペンネーム、チャロコ。新聞のラテ欄の縦読みが最初のうちは楽しいとかワクワクとポジティブだったのが、回を重ねるごとに疲れた、死にたいとネガティブになっていく。イジュピカちゃん。川やかり巻き、何々の巻き。
出店命令を無視し続けたらシャレじゃ済まないレベルになったピカあの巻き カルロスイベリコ豚巻きし、シルバー人材とはいえトロットロ仕事してたら小突きたくなるピカシルバー人材でしょ、すごい働いてくれるよ、あの庭とかのその何雑草を買ってほしいとかさ、あの木の手入れしてほしいみたいなやつね、イレイレしてるんだって薪チェリマツし、汁男優は何人集まろうが所詮汁男優ピカの巻き違う、この巻きでそう言われて頑張るんで、汁男優が汁男優になる前何やってたのみたいな人がいっぱい集まって公演を作るっていう、最終的にみんなで公演を作るっていうね。でいて、汁公演ってみんな呼んでるんだけれども、なぜそこが汁公演って呼ばれてるか知らないんですよ。それで一番高齢のもうおちんちもほとんど汁も出なくなってるおじいさんが最後その汁公演のブランコを前と後ろにずっとこうしながら命短し恋せよ乙女を歌うっていう、あの感動的なお話ですからね。ペンネームケイちゃんし、雑だな。純烈とリリコの回転ベッドを高速回転させて遠心力で2人を壁に叩きつけるイルピカちゃん、あのさ純烈とはさなんだっけ、お3文字のお題さん、お題さんとだからね、純烈と C で純烈も引っ込められなくなってるけど、ね、急に魔法界でぐる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 わードーンっつって別々の方向に飛んでいくから、別々の方向にリリコとお題さんが飛んでいくからね、ペンネーム呆れた人がする、呆れた人がする表情し、下北沢の居酒屋でから十郎あたりの自伝から引っ張ってきたような手垢のつきまくった演劇論を交わしている三流劇団員に絡みぶん殴り合いの末に意気投合し次回公演のチケットを全日程買うイジュピカちゃんペンネームボブサップ氏、女性演歌歌手みたいにオフの日は黒縁メガネで髪を下ろし T シャツにジーンズ姿になるイジュピカちゃん俺の中では坂本冬美の感じなんだけど合ってんのかな、坂本冬美はあえてオフっていう感じでテレビ出る時の格好だよね、オフは和服、私も和服はステージの上だけでこんな感じに活発なんですよみたいな、その感じですよね。ペンネームインドカレース、ステーキガストのサラダバーでレタス用のトングでポテトサラダを取るようなモラルのない輩を魔法で無限に続く虚無の世界へと送り込むイジュピカちゃんいや悪いことですけど、悪いことですけど虚無の世界ですからねさっきのマリオカートの裏技失敗した時に行くところですからね、やった途端自分はもういいやめんどくせえからっつってポテサラトングで取ってたら急に後ろからビリッときたと思ったら真っ暗な空間にただただ落ちていく感じがあってポチャンってなる感じ。ペンネームピカは駿河屋に買い取り依頼をしたアニメ関係者のみに配られたノベルティが思ってたよりも安く舌打ちするイジュピカちゃんこれアニメの輪に入ったらすごいよね、アニメのその何話かにね。ペンネームマイペース、すっかり顔なじみになったクジラ屋の店主にもしよ売れねえ魔法少女が来たらこれで食わしてやってくれよと幾ばくかの金を預けてゆくイジュピカちゃん、もうイジュピカちゃんの名を借りてあの人のエピソードぶち込んでくるパターンはあっていいと思う俺はもう2時34分なら行っていいかな、ソフィーと双子の姉妹です、すごいイラッ
イラマチオを食らうもどんなカルタなんだよすごいイラマチオこれ食らうこれねすごい俺これ迷ったんだけどイラマチオをは誰がどうするもんなのかのその関係が分かんないんで要するにすげえイラマチオをさせられるもんってこと、ね、人差し指と親指で円を作り I'm OK と白目の笑顔で答えるイルピカチュウ I'm OK は確認しないと危ないから危ないからやっぱり呼吸の限界がある酸素の限界があるから必ずもう委員会の方で決めてるから何回に1回か確認して I'm OK が言えてないと途中で失格に何か分かんないけどイラマチオがイラマチオが失格になりますからね。ペンネームペンネーム、マイペースせ税務調査で見つかった二重帳簿を魔法で召喚したサラマンダーに焼かせることで証拠隠滅するイジュピカちゃん。ペンネームセレムラ、ソルマックのお世話にならないと気持ちよく起きられない朝が続くイジュピカちゃん。荒れてんね。相当胃がやられてるね。ペンネーム BJ サトル、蕎麦湯の魅力に気がつくと少女から大人になったと、魔法ステッキが判断して魔法が使えなくなってしまうイジュピカちゃん。少女魔法少女の原則はもう少女でないと魔法が使えなくなっちゃうっていう決まりだから、蕎麦湯がうめえなって思うようになったら蕎麦湯なきゃ始まんねえって思った日からもう全く魔法が使えなくなりますから。ペンネームソフィーと双子の姉妹絶好調、そっくり館そっくり館キサラでこっそり蜂蜜二郎専門のモノマネ師として働いているイジュピカちゃん。蜂蜜三郎でしょ、蜂蜜三郎って出てくるんでしょ。ペンネームどうにもならんよ、そソロパートは下手くそすぎて聞いてられないけどサビのユニゾン部分はまあまあ聞いてはいられるタイプのアイドルグループがまたバラエティ番組で浸透もしていねえキャラを前提としたトークして失敗してるピカの巻私たちがせーのって言ったらうるせえよっていう そんなところですかね。魔法少女イジュピーカちゃんカルタ。他行ですね。難しいんだよな、もう魔法関係なくなっちゃってる子多いんだよな。ペンネーム紫の猫、タオチャンネルに出演すると毎回タオヤスジと楽天のオーナーの悪口で盛り上がるイジュピカちゃん。タオさん、あの野球おじさん、まあ、他局で申し訳ないですけども、野球おじさんって番組出てもらったんですけど、よかった。タオさん、ほんとよかったよね。タオさん、相変わらず爽やかな、それこそ中日ドラゴンズの、ほぼほぼ新人選手が、すごい選手だったんだけど、が、テレビで当時アイドルの三田寛子とかと、CM に出るみたいな。シャンプーだっけ？好きだよと言えずに初恋はの音楽で、それも野球選手がそんな感じの CM 出るぐらいのもう爽やかな、でクレバーでめちゃめちゃヒット打つ選手だけど、まあ思ったこと全部言うね。楽天のオーナーの話、こっちが遠慮して止めるからね。やべんじゃねえかと思って。ねえ。ペンネーム、カルロスイベリコブ。たとえ刃物で体を切られようとも、
傷口にイーチコを吹きかければたちまち治るイジュピカちゃん。いやいや、ケアルとかほら。じゃあケアルとかは何のためにあるのね。回復魔法は何のためにあるの。イーチコブーってぶっかけてんだったら。ペンネームそろそろ旧姓中山た。そろそろ最終回かもこれ。た、大好きな夫や子供、家までも全部自分の魔法で作り上げた幻想だったピカの巻。タイトルでネタバレが過ぎるだろう。しかも最終回の最終的にね、なんかこうもうあと何分でもしか最後の魔法をかけたら全ての魔法が解けますみたいな感動的な回の終わり方だったんや。もうその回数が何回に達してるからあと1回魔法を使ったらもう私の魔法能力はなくなりますみたいなことを言うって言って、じゃあ今までかけてた魔法はどうなるのかなみたいな振りはあると思うのよ、ね、きっともう魔法少女じゃなくなるっていうことは今までかけてた魔法もなくなるんじゃないみたいな。そしたらなんかもともと子犬だったんだけれども使い魔になってるやつとかとお別れなんじゃないのみたいな、また元の犬に戻るんじゃないのみたいな話の振りがあり、最後の最後に無になるっていう。ええっていう。もう河野の娘ギャン泣きだよ、怖くて。どういうことっていう、この全てがっていう、全てが魔法の世界のみたいな。このなってちゃんね、かわやかじた巻き、タイトル大学お笑いサークル風情が一丁前に芸論語るなよという批判ツイートするやつも同類ピカの巻きだった。ごめんごめん、お前のなんか溜まったやつじゃん。お前の溜まったやつの最後にピカってつけてるだけじゃん。見てらんない感じになるからね、ああいうこう SNS の感じね。ペンネーム軍手のイボタ一まみれ天女。た、体育会系でセックスが下手な男はただあえいでいれば満足もする、でも理系でセックスが下手な男は最悪。まあどっちも別れた元旦那の話なんだけどさ、とタバコの煙で目を細めながら語るイジュピカちゃんだ。もうイジュピカちゃんじゃねえんだよ、イジュピカちゃんじゃねえんだよ、もう全然魔法少女の意味がゼロだから、何かしら入れろ魔法少女を。ペンネーム北あかりの目覚め。た、タン塩の上に乗った山盛りの刻みネギがひっくり返した時に網の下に落ちないよう全身全霊で無重力魔法をかけるイジュピカちゃん。なん グラビデみたいなやつ、ね、今だシアトリズムやってるからちょっと魔法の名前思い出してますけど、ペンネーム虹色ろうそくか、タケノコとマジカルステッキを間違えて持ってきてしまうもん、しばき合いの末に勝利するイジュピカちゃん。もう魔法いらねえじゃん、ま、魔法ステッキを忘れたピカの巻きなんだろうね。でいてはぁっつっていよいよのところであーって出たらタケノコだったんだけどしょうがねえっつってそれで渾身の力でぶん殴ってきた。勝ってやる、じゃあマジカルステッキいらねえじゃねえか、 ずっとそれでいい。ペンネームどうにもならんよ。た、ダウ9万の話の本筋とは全く関係ない日常会話としてのリアリティ度を高めるだけのテンポのいい雑談と思われた部分が後半さらっと伏線回収に使われるタイプの綺麗な今風コントを見た後、インポッシブルの巨大な昆虫と戦うネタを見て満足げに YouTube を閉じるイジュピカちゃん。面白いだけの文章だからこれは。両方な、両方あってま相当のお笑いファンだな。両方面白いんだお前。
ダウ9万の、なんか本当に、あーなんかサークル感すごいな、俺はあんま大学行ってこないけどこんな感じなのかなみたいな、どうでもいい会話が最後おー言ってたみたいになるやつと、巨大昆虫と戦うあれを首切られてブシューってなってるあの感じを両方見て満足なんだよね。片方だちょっと気取りすぎちゃったな私みたいな、ね、もうずるいわ。禁止にしていきますからね、調子に乗ってこれを追っかけていくともうイジュピカちゃんじゃなくなっちゃいますから、うん、ペンネーム俺は話を聞け、このペンネームすげえ好きなんだよね。俺は話を聞け、自覚はあんだね、かかっちゃうんだよ、好きな話題だとかかっちゃって人の話聞かないって自覚はあんだ。たまたまの発音が口眼の方のたまたまになってしまう魔法を日本全国の女子アナにかけてやったピカの巻き魔法出てくるからちゃんとね。ペンネーム汚い手でいじりました、立川市に住む魔法少女に朗報というターゲットがピンポイントすぎるネット広告が怖くなりすげえわかるよね、文京区に住むダイエット中の中年男子諸君とか TikTok の途中とか出てくると、何でそれってなるじゃん。怖くなり広告ブロックアプリ導入を決めたイジュピカちゃん、もう魔法なやつ、魔法で解決しろよお前、魔法でなんとかなんだろそれよ、うん、この後ですね、悪い例を羅列いたします。ペンネームボブサップさんです。た WBC をバカの一つ覚えみたいにいつまでもしがんでねえで、少しはペナントレースの行方の方も追っかけろピカの巻きですね、溜まったものだけで構成されたやつです、溜まったものにピカをつけただけです、ね、ボブサップ、他ダウンタウンなどの大御所芸人を逆に軽く扱うという若手のやり口はもうお腹いっぱいだピカの巻き、ペンネームボブサップ、脱力タイムズやゴッドタンみたいなちょっと濃いめのバラエティを見ただけで分かったような口を聞くようなやからが実は一番厄介なタイプだピカの巻き、他行でこの手のネタはもう採用されませんから、魔法をちゃんと使ってください、ね、ペンネームボブサップ、立ち上がりは強く当たってあとは流れでお願いしますと前日に敵にメールをしておくイジュピカちゃん魔法ただの注射、ね、専門用語でいう注射、これはペンネームウルトラマンキダ太郎、ちくわの穴に岩下の新生姜を詰めたものを魚に今日も4リットルペットボトルの焼酎を丸々開けてしまうイジュピカちゃん、ペンネームソフィーと双子の姉妹、恥骨からの骨伝導で円矢を聞くイジュピカちゃんそんな伝導すんのね、恥骨のところにこう挟むやつ、鼻挟んでブワーってやつ、そこまで行くのね、繋がってるからね、カルロスイベリコ豚、チツラッパで、もう魔法じゃないからね、チツラッパで戦場のメリークリスマスを奏でるイジュピカちゃんって書いてあるんだけど、何チツラッパって、魔法出てきた、ここから魔法、チェリマツ、厨房ですよ、で自分の料理に星一つを出したマチャーキめがけてメテオを唱えるイジュピカちゃん、壮大なやつですけど、 MP も相当使うやつですけども、焼け野原みたいになっちゃうやつですけど、ペンネーム暴れん坊地蔵、治癒の魔法で神奈月の膝を直してあげたピカの巻き、武藤のを直してあげた、神奈月くんは普通なのよ全然、あれ真似っこしてるだけだから魔法効いてねえから、ペンネームピストルチョコ、包み下をまた眠らせるイジュピカちゃんスリープなの、
スリープかけられてんの？またね。ペンネーム豆腐小僧。つま先部分から刃物が飛び出す仕掛けの靴を履いているイジピカちゃん。いやもう魔法とかじゃないじゃん、もうあれ使うようになったら。あれの、こう、トーキックの回し蹴りみたいなやつだよね。一回転してね。出て、こう、顔一つで避けた感じなんだけど、手前でシャンって出るから、で、頸動脈スーッつって、そのままシュッて引っ込むから、スローで見ないと、その後時が止まって、プーシャーってなった理由がわかんねえけど、魔法。タイトル、ペネマイペース、テトリスで一列消すたび、ローターのスイッチが入る悪名テトリス配信をしていたら、YouTube のアカウントをバンされたピカの巻。ペネムマヤカにて、テールスープの肉が小さかったことが不満で、魔法で大きくしようとしたが、誤って蘇生魔法をかけてしまったところ、ヌーが出現し、図らずも食品偽装を見破ってしまい、夕方のニュースでインタビューを受けるイジュピカチュア。ヌーのテールの方が高えと思うけどな。ペンネーム北明かりの目覚めて、手鏡を使って肛門を見ながらマジカル軟膏を塗るイジュピカちゃん。それもケアルとかでいいんじゃねえの、なんかなんかこうバイキン入ってるやつだったらなんかこう毒をこう取るやつでいいんじゃないのね、魔法も、ね、うん、ペンネーム生ウニと、毒を消す魔法をかけながらフグの肝を食べて熱燗をクイッとやっていたが、途中で MP が尽きてしまい泡を吹いて悶絶するイジュピカちゃん。毒消すのなんだ、なんか毒、その毒にするのはポイゾナみたいなやつだね、キアリーみたいなやつか。でもだからその全部フグの肝なんだけど、必ずキアリーかけてから食ってうんめえなーってやってんだけど、その手順を忘れちゃったんだろうね、酔っ払ってね。ペンネーム鍵っ子は一人っ子と、撮り鉄が乗っている脚立を魔法で一輪車に変えるイジュピカちゃん。おっとっと。ペンネームマイペースと、ドーミーインの朝食バイキングでっていう時点でもう魔法少女ものに出てこない言葉だからね。ドーミーインの朝食バイキングで焼きたてミニクロワッサンを独占している大学生グループに魔法をかけ、チンコ以外すべてのプイを性感体にしてやったピカの巻。ペンネームなしと、泥臭い魔法少女としての下積み時代の苦労話を外録チャンネルで話すイジュピカちゃん。叫べ叫べからのね、からのだよね。どんだけ辛かったかっていうね。お母さんがちょっと安定感のない人でみたいなところから話始まっちゃうんだよね。ラストですかね。フィニッシュ、その敵を倒すフィニッシュ。ペンネームスズムシ食べた。とわみで敵の動きを封じて森を突き刺すイジュピカちゃん。イジュピカちゃんこんなとこですかね。僕的には立川市に住む魔法少女に朗報が。なんかすげえわかりますからね。俺たちどれだけ取られてんだろう、ライオン。もうじゃあ同意しちゃってるからさ、なんとも言えないんだけどさ。さあ、対するはこちら、魔法少女イジュピカちゃんからだ。ナビオ、ペンネーム虹色ろうそくな、夏井先生に怒られた八つ当たりに梅沢富美男の睾丸を魔法でピータンに変えてしまうイジュピカちゃん。八つ当たり先としてね。夏井先生には何にもしないんだよ。尊敬してんのかな、敬意があるのかな。
ペンネームサンチョ。なります駅のゴミ箱の中に今週のジャンプがあるかどうか魔法でチェックするイジピカちゃん。電車の中で漫画雑誌読んでる人ほんといないよね。なんかね、そういう時代なんだね。ペンネーム調理師服部くん。長崎県にあるさだまさしの島歌島に強力な結界を張り、さだまさし一人を永久に島の中に閉じ込めるイジュピカちゃん。もう何年か前のビフォーアフターでこの歌島のさださんのお家をきれいにするっていうのをやってて、それでも随分前よ、ビフォーアフターだからね。あ、まだ持ってんだみたいな、あの島まださださんのなんだと思って、ちょっと羨ましい。ちょっとなんかさ、大金持ちに、まあさださんいろいろその後映画失敗したりとかいろんなことあったけど、ちょっと大金持ちになったらやってみたいことだよね、島買うっていうのね。結界を張られてもう出れないんだよね、ガンっつって時々悲しそうな先森の歌が聞こえてくる。それも最近は聞こえなくなったっていう長崎の伝説だよね。教えてくださいが山は死にますかがね。ペンネーム形状記憶老人。中川翔子。品川翔二品川。矢口真理が盛り上げるアメトーク。イジュピカちゃん大好き芸人。あー、そんなメジャーな感じですか。ペンネーム、スズムシ食べた。タイトル、長島みなの滑舌を魔法で良くしたら、古賀衆にめちゃくちゃ怒られたピカの巻。ナトゥーをね。ナトゥーを。夏っつってテレビ見てた子が誰やったこれっつって、誰が直したっつって、キリングガンズ。なぎら健一を魔法を使ってヒゲとメガネとギターに一旦分解し、それぞれに一つずつ命を宿すことでジ・アルフィーを作り出したイジュピカちゃん。そんな風に考えたこと一度もなかったね。はー、一旦分けんのね、ヒゲ、メガネ、ギターに分けんのね。それでギターの成分を培養して高見沢さんを作り、ヒゲの成分で桜井さんを作り、メガネの成分で坂崎さんを作るっていう、すごい三つ入ってんだ、なぎらさんって。逆に言えば一人ジアルフィーと言えるところなんだ。すごい魔法だな、ペンネームソフィーと双子の姉妹。なんとマジカル性にもキヌタシカの看板が立ったピカの巻。タヌキの反対キヌタと覚えてくださいでおなじみのね。ペンネームカルロスイベリコ豚。なめたけの空き瓶をよく洗い花瓶代わりにしているイジュピカちゃん。ペンネームクシロダンディ。謎の新キャラが出た瞬間に声優の格から言ってこいつがラスボスだなとか、ファンのハッシュタグでメタ推理ツイートやめろピカ、結果的に当たってるとか、もう手に負えねえんだよ、負えねえんだよピカの巻。巻じゃねえよ。ああ、だからそうか、声優さん詳しい人は分かっちゃうんだ。分かったら心に秘めとけばいいのに、それを出されちゃうのが、それを何、イジュピカちゃん自身が番組の中で嫌がってる、それを。だって巻きだから、ね。ペンネームどうにもならんよ。
中尾明義が出す適度に勘弁してくれ的な態度を取りながらも定期的に中リーサ仕事をもらっています感を感を撲滅することを至上命題に魔法少女になる契約何がしたかったの？お花畑で地球をいっぱいにしたいとかじゃなくて、中尾明義が出す適度に勘弁してくれ的な態度を取りながらも定期的に中リーサ仕事をもらってます感を消すために魔法の修行を始めたの。タイトルがもうめちゃくちゃなんだよな。ペンネーム逆エビな、生レバーを出すと噂の店に潜入するピカの巻全然全然魔法とか出るらしいよなっつって、ね、ペンネームイギリス超特急に、人気爆発で売れまくりの魔法のステッキに味を占めたスポンサーからの要請で、コンワからは魔法を使う際にブレスレットを光らせ、ペンダントを光らせ、コンパクトを開け、リボンを締め、タンバリンを鳴らし、ギターをかき鳴らし、香水を振った上で新ハイパーミラクルステッキを振ることになったピカよ。全部買ってね。なんかそれこそ平成の頭か昭和の終わりぐらいに秘密のアッコちゃんかなんかがリメイクされた時の最後の最後に急にコンパクトが壊れて新しいのになって、滑り込みでニューコンパクト発売されたのの俺ドキュメンタリーの本読んだ気がする。強いよっていう、玩具メーカーのスポンサーは強いよっていう。ペンネームそろそろ旧姓中山に、乳輪が魔法の使いすぎで真っ黒になってしまい、魔法少女引退を余儀なくされるイジュピカちゃん。何？魔法はその使う、よくあるじゃん。魔法のさ、使用制限みたいなのあるじゃんか。何回しか使えないみたいのは。あれは魔法をちょっと使うことに乳輪が黒くなっていくんだ。このパターンは。で、真っ黒になっちゃった時に、もう少女ではないっていうことになってくるの。ペンネーム山伏の息子に、ニンニク卵黄を食べてマジックポイントを回復するイジュピカちゃん。もう最高、タイトルがひどいね。ペンネーム逆エビに、日芸出身ということは奇抜なファッションを正当化する理由にはならないピカの巻き思いなんだよ君の。もうアニメと関係ない思いなのそれは。かと思えばペンネーム記事に間でシーマヌ、ぬめりを取るためにイカに魔法塩をかけるイジュピカちゃん。魔法なくて成立するよねこれね。ぬめりを取るために塩をかけるだけに魔法ってつけてるからね。これだってさ、ぬめりを取るために魔法イカに塩をかけるイジュピカちゃんでもいいもんね別にね。ペンネームどうにもならんよ。タイトル、ぬくみず陽一がいい人っぽく見えるのは明石家さんまさんと絡んでいる時だけだから、共演者のキャスティング次第では扱いに気をつけた方が良さそうピカのマジ。ペンネーム大自然守るね、猫の病気を魔法で治したが命を操ってはいけないという魔法の法律に触れた罰でクリトリスが10倍ぐらいの大きさに腫れ上がるイジュピカちゃん。罰がおかしいんだよ、罰がおかしいんだよ。なんかあるじゃんか、そういうのを教えてくれる、なんつうの、猫の寿命を長くしてあげたのはいいことかもしれないけれども、その命っていうものはそういうキリがないんだよっていう、定められた寿命っていうものがあるんだよってことを教える会だと思う。そういうちょっと哲学的な会はあってもいいよね。でもその罰としてクリトリスが10倍に腫れるっていうのは俺は違うと思うね。1ヶ月魔法が使えないとかそれは分かりますけどね。
ペンネームソフィーと双子の姉妹ね。妬みで広瀬アリスに混乱魔法をかけたつもりがアリスにかかってしまい、混乱した堀内隆雄が谷村新司をボコスカ殴り始めたピカの巻き、メダパニみたいなやつね、メダパニみたいなやつをかけちゃったからね。堀内隆雄が谷村新司をありがとうありがとうつって、センキューありがとうつって殴り合いになっちゃってるから、もうこっち感謝の言葉言ってるのが殴ろうとしてないはずなのに、メダパニだからね、ありがとうセンキュー先生、センキューありがとうってなっちゃってるから、もうペンネームどうにもならん、タイトルね、ネタ帳を持ち歩いて日々面白いことを考えています的なお笑い担当のテレビ戦士は、結局いつも最後は編集頼りの安易な滑り芸しかやらず、天才テレビくんを卒業した後は細々とした仕事やオンラインサロンで少しだけ食いつなぎ、ひっそりと芸能界を引退するのが関の山ピカの巻。巻じゃねえんだよ、巻じゃねえんだよ、ピカとの巻をつけたら何を主張してもいいわけじゃないんだよ。ペンネームマテールパンののたれ死にした仲間の魔法少女の指を切り落とし逃げ延び、骨にしてから遺族に渡すイジュピカちゃん泥沼の戦場ですよね。ペンネームカルロスイベリコ豚のノートンアンチウイルスでは、ノートン見かけなくなったね、昔に比べるとね、多分まだあると思うよ、ノートン360みたいのあると思いますけどね。さっきもさ、あのカラスよけの CD の話してる時に思ったのが、 AOL の CD すげえ一時期ついてたよね、アメリカオンライン、あとネットスケープの CD もすげえついてた。ノートンアンチウイルスではウイルスサイトとして判別されている魔法少女イジュピカちゃんの公式 HP ホームページ、ペンネームストレンジラブの野村萬斎に使い魔のゴーレムのモーションキャプチャーをしてもらうイジュピカちゃん、豪華だな、ラストペンネームベニアウンコの野坂昭之にバーサクをかけて大島渚を襲わせるイジピカちゃん強戦士と書いてバーサーカーにされちゃったんだ。でゴンって急に、イジピカちゃん今日もおてんばだね、相当おてんばだよね。頭に残ってるのは中野明義の悪口だけですけどね、さあ、対するはこちら、魔法少女イジュピカちゃんカルタ。ハ行です。ペンネーム釧路ダンディ、ハニーフラッシュ的なので一瞬裸になるが、肛門と金玉がバッチリ見えているイジュピカちゃん見えるかもって思いますよね、それは男の子ならね。で言ってなんかこう服が一回こう粉々になって、あの違うこうコスチュームに変わるときに見えるかなと思ったら、思いっきり肛門はまだいいわ、まだいいけど、もうキャン玉がドーンって見えちゃってねえ。これさっきの AI のやつにどうかなって聞いてほしいよね、最高ですってペンネームあの時助けていただいた父の子、ハミチンを指摘されるも、もう当たり前なんだねこれまあ今そのジェンダー難しいからね、魔法少女だからチンチンがってことでもないんでしょう、ないんですよねもうね、ハミチンを指摘されるも、違う違う、これは魔法の国の魔法土壌という生き物なのなんだよ魔法土壌じゃあなんでそこで飼ってんだよ魔法土壌と言い張るイジュピカちゃん、これ多分俺魔法土壌って言葉に負けたんだろうな俺、タイトル第1話何々みたいな
タイトルがね最近荒れてんだよね。ペンネームスズムシ食べたんだ。は、番宣に来た女優は MC が振ってくれた時以外は勝手に喋るな、ピカの巻魔法とか全然関係ないからね。あと喋っていいし、あの MC が振るまで絶対喋れないみたいな人とかちょっと嫌だしね。ペンネーム鍵っ子は一人っ子。ハリーポッターのテーマパークが豊島園跡地にできることに対抗して荒川遊園を魔法でイジュピカちゃんパークに変えるイジュピカちゃん。タイトルジャックとスパイク。は、バスに乗るならスイカの残高ぐらいチェックしとけや、後ろに人が詰まってる野郎がと思ったので、髪の毛が西部の今井みたいになる魔法をかけてやったピカ。僕はあの今井選手は罰であれをやってるわけじゃないんですよ。かっこいいからやってるんですよね。タイトル玉津は、ハーバード大学を出てるからなんだよ。え、ごめんごめん、タイトルにこんな喧嘩腰のやつある。そう、コメンテーターがいい気になってんじゃねえぞと、ワイドショーが流れる町中華のテレビに向かって怒鳴りつけて、中華そばを一口すったところ、隣の席のおじさんに、あ、それ私のラーメンですと言われたピカの巻。どんな話の回なんだよ。普通はイジュピカちゃん魔法の国へ帰るピカの巻みたいな。ペンネーム玉津は、発火スプレーを風俗嬢の膣に噴射したら何言ってんだね。俺がチャット GPT なら途中でその、打ってる途中で何を書いてるんですかって聞くけどね。発火スプレーを風俗嬢の膣に噴射したら、あまりの刺激に風俗嬢がのたうち回り始めたのを見て、すぐに窓から飛び去るイジュピカちゃん。怖くなったのかな、怖くなったのかな。ペンネームたまずは、番組のホームページから、スタッフさんの体が心配です、一視聴者としてはしばらく総集編になっても構いません、これからも楽しい番組作りをお願いしますと、わざわざ分け尻顔で送信するやつは、エロい自撮りを上げているグラドルのツイッターに、まるまるちゃん風邪をひかないようにしてねと、と、他の下心丸出しのジジイとは違うんですよ感をアピールするためにリプライしてるやつと、本質的には何も変わらないピカの巻。巻投げんなよ、巻がすげえ投げる。ペンネームボブサップ、は、浜口京子に混乱魔法をかけたところ逆にまともになり困惑するイジュピカちゃん。ああ、じゃあ通常時でメダパニの状態なのね。え、ペンネーム枯れゆく花の姫、人に説教をするときに漫画のセリフを引用して気持ちよくなっているバイト先の店長を魔法でティッシュに変えてビデオボックスに設置してやったピカ。ペンネーム田中フクロウ、ひ、人やなくて、人やなくて魔法が怖いんや、人やなくて魔法が怖いんやと思うちょるやろ、じゃけ貴様みたいな下道には魔法を使わずに地獄見せちゃるわと、工具片手にニヤニヤ笑うイジュピカちゃん、ちゅんこキュイーンっていうね、電動ドリルキュイキュイーン言わせながらキュイーン、人やなくて魔法が怖いんやと思うちょるやろ、
邪気貴様みたいな外道にはキュイーン魔法を使わずに地獄見せちゃるわキュイーンって終わった。ペンネームウルトラマンキーだったろう。タイトル、ヒコロヒーが世間に認知されたからといってヒコロヒーみたいな生活を過ごすお前みたいな何の取り柄もねえやつがでかい面すんなピカの巻き魔法も何にも関係ないんだよ。ペンネーム豆腐小僧、東袋を去勢するために巨大な鎌を持って追いかけるイジュピカちゃん。鎌だとさやっぱ魔法じゃないんだよ、もう全然魔法関係ないんだよ。ペンネーム背中にはいつも幸せのポップコーン、藤波投手のようにたまに魔法がすっぽ抜けて、魔法がすっぽ抜けるってあるなんか振りかぶった棒がスポッて抜けて関係ない人を粉々にしてしまうイジュピカちゃん。メジャーでも怒られてたね、あの顔の近くにものすごいの抜けて、もうその行った時にいやそういう人なんですってってわけにもなかなかいかないからね。ペンネームウルトラマン木田太郎、Hulu で限定配信されている Hulu で限定配信されている特別編ではイジュピカちゃんの背中に阿弥陀如来の入れ墨が彫られたいきさつが明らかに。あのさ、ずっと俺前に終わったと思ってたゾンビのやつあんじゃん、竹内涼真くんだっけ、竹内涼真くんの日テレのようなさゾンビのやつ、あずっと続いてんのね Hulu で。俺びっくりしちゃってさ、映画になると、あれ映画なんだと思ったらシーズンも5ぐらいからずーっとやってんだよ。ペンネームスズムシ食べた、フードロス削減のためイジュピカちゃんソーセージには賞味期限を設けておりません。設けて おりませんはダメだ、ダメだよルールで。ペンネーム逆エビ、プチカシマさんとロストプラスワンでイベントするピカ、来る人はノーツイートで頼むピカ。ペンネームタマズ、タイトル、吹き矢で向かいのテナントでやっているババアどものバルーンアート教室を狙撃するのはなんとも気持ちのいいものだなぁピカの巻き、作りたてのダックスフントパン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 つってペンネームどうにもならんよ、長いな俺、タイトル長いっす、フジテレビ特有のお祭り感を古臭いと批判して日テレのファミリー感に嫌悪感を示し、テレ朝の編成と感性が合わず、テレ東の近年の持ち上げられ方にもうんざり、 TBS にはすぐやらせじゃねえのかと疑ってしまう呪いをかけられていて、 NHK の受信料は払っていないのに、たまに神回があると興奮気味にこれだからテレビはやめられないとテレビ画面スクショをベタベタ貼ったツイートをしちゃう人は、業界にとって果たして敵ピカ味方ピカの巻きそんな辛辣な魔法少女もののタイトル、そんなに長く辛辣なペンネーム、うかいのおっぱいの秘密、ヘイタクちゃんに牛すじ煮込みを無料でサービスしてもらったのに約束を守らないやつがいたピカいたピカの巻き食べといてね、その場で否定するんじゃなくて牛すじ煮込み食べといてあがすって言っといてね。ペンネームストレンジラブ、ヘルニアになったので魔法バンテリンを塗るイジュピカちゃんだって、魔法ってつけてるだけだ、ただヘルニアになったからバンテリン塗ってるだけだ。
なんだろうね、イジュピケちゃんのタイトルってみんなの持ってるこうなんかこう黒いものを全部出すところになっちゃってるから、ペンネームムーネン、ホラン千秋の女子アナ気取りっぷりがって書いてある。いきなり聞いてどんなだ。いいじゃん、キャスターキャスターね。ホラン千秋の女子アナ気取りっぷりがどうにもこうにもいけすかないから、特撮のちょっとエッチな敵女幹部役で毎回爆発して肌が露出するキャラのオファーだけをこれからは取るようにとマネージャーに掛け合ってみる。ピカの巻嫌いじゃねえんだよ、全然嫌いじゃねえじゃねえ。豆腐小僧、堀切勝負園とお花茶屋周辺をよく散歩してるイジュピカちゃん、住んでんじゃねえの、葛飾に、葛飾のあの辺に住んでんじゃねえの、四つ木とかあの辺に住んでんじゃないの。ペンネーム北あかりの目覚め、ホタルイカのお気づけをたくさん食べるとうっすらクリトリスが発光するイジュピカちゃん。ラストかな。ペンネームケイちゃん、放送終了前のじゃんけんコーナーで中指と人差し指の間に親指を入れたグーしか出さない。昭和のクソジジイだよ、昭和のクソジジイだって、もうやんないよもう。すげえなー、アニメになってほしいなー。毎回あのクールのところにさ必ずモザイクかかってる、びっくりするよね。じゃんけんスタート、勝ったピカーじゃねえつも。ということでイジュピカちゃんでした。対するはこちら、魔法少女イジュピカちゃんカルタ。ペンネーム枯れゆく花の姫、丸山ゴンザレスになりすまして。どういうルックスなんだよ、イジュピカちゃんのルックスどういう感じなんだよ。ちょっとでもよく見ると可愛いんだろうな、丸山ゴンザレスさん、その経験とか持ってるスキルに比べてちょっと可愛い目をしてるもんね。丸山ゴンザレスになりすまして、オラガ村の吉田豪が主催する、つまんなそうだな、オラガ村の吉田豪のつまらな操作すごいな。吉田豪は本家吉田豪でこその吉田豪だからね、無二の。オラガ村の吉田豪が主催する地方のトークイベントに参加し小銭を稼ぐイジュピカちゃん、小銭も小銭だと思いますけどね。タイトルいってきます、タイトルがひどい荒れ方なんですよ。ペンネーム枯れゆく花の姫、連発で、枕営業はありますよ、私はやったことないし誰がやってたかも言えないけど程度の暴露トークしか言えないグラビアアイドルクズでは YouTube チャンネルを開設するな、ピカの巻き。ひどいでしょ、魔法要素ゼロな上にピカも取ってつけたようなピカなんですよ。ペンネームスズムシ食べた、タイトル、マックスコーヒーを持ち込んでおしゃれなオープンカフェの椅子に勝手に腰掛けてグビグビ飲んでたら交通事故見ちゃったピカの巻き。なんだよ、報告だよ、もう全然あダメなんだよ、あのマックスコーヒー甘くてうまいけども、ね、ペンネーム犬は地味編、マイクロビキニを着てアイスをベロベロ舐めるイメージビデオに出演した時点で吉永小百合みたいな女優にはなれないピカの巻き。これさ3人とも違う人じゃんね、でいてすごい結構よく出してくれてるスズムシ食べたさんからこの犬は地味編さんまでこんなの書いてくるわけじゃん、俺が悪いんだと思う。ね、間違いなく俺が悪いんだと思うよ。ペンネームシーラパカンス、
マジカルアイコスで決戦前の緊張感を和らげるイジュピカちゃん。マジカルつけたら何でも魔法少女になるんじゃないってのは俺言ってるはずだけどね。ペンネームジャックとスパイク、マジカルみかじめ料を拒否した。角のラーメン屋にマジカルトラックが間違って突っ込んだそうピカよ。オタクもせいぜい気をつけるピカ。ペンネームストレンジラブ、マーメイドのヒレを火炎魔法で炙り日本酒を飲むイジュピカちゃん。ペンネームそば屋のダンゴムシ、魔力が尽きても戦えるようマジカルステッキを仕込み刀に改造するイジュピカちゃん。魔法要素なくなっちゃったわ。 MP0 になった時に急に抜くかね。抜いてあの8の字にもう剣先が8の字にファーッつってカチャンって締めた途端にブッシャーってみんな行っちゃうんだよ、行っちゃうんだよ。ペンネームボブサップ、マジカルステッキを新調するためアフリカからこっそり象牙を密輸入するイジュピカちゃん。握りが象牙なんだろうね今時ね。ペンネーム汚い手でいじりました、魔法少女と行くレポ金レポート禁止、内緒のバスツアー、参加費が7万円なのに食事もホテルも最低とツイートした参加者たちを魔法で越前狩に変え次回の参加者に振る舞うイジュピカちゃん。怖い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 わ。ペンネームセミがないとるにゃみ、水魔法が止まらなくなり、アクア的なやつかな、慌ててクラシアンに電話するイジュピカちゃん。ペンネーム適当門下生、水虫ができたのでマジカルブテナロックで治療するから、もうマジカルじゃねえんだ、ブテナロックの科学的な成分だよ、マジカルの要素はないよ別に。ペンネームニトロ、無人餃子販売所で料金箱にお金を入れるふりをしながら魔法を使い防犯カメラの映像にノイズを入れるイジュピカちゃん。魔法で餃子ぐらいこさえろよそんなの。魔法でとか言ってくれ、磁石とかだと思うよ、ね、スタンガン的なやつだと思いますけどね。ペンネームスズムシ食べた、タイトル無縁仏に腰掛けながらカップラーメンを吸っていたら猿が電気柵に触れて感電したところを見ちゃったピカ。な、両親の呵責のあることをしてるときに必ず嫌なもん見るんだね。さっきもあのマックスコーヒーで見てたもんね事故をね、ビリビリビリッビリビリビリッはぁつ自分でいけないことしてると分かってんだから、無縁仏にね腰掛けてって、でそれはなんか気持ち悪いのはイジュピカちゃん自身がひどい目に遭ってるのとは違うっていう。ペンネームウルトラマンキダ太郎、ムサカナオマサニの人面層にある夜的確なアドバイスで毎回敵を倒すイジュピカちゃん。ムサカさんの声ムサカさんにやってほしいよね、あの急に思い出す、これアニメなんだっけ、あの実写のほら昔で言う魔法少女もののやつあったじゃんかね、島崎和歌子とかがやってた、あとあのマネージャーとし駆け落ちしちゃったやつ、ね、とかのこれはと、ね、何なんトワポリンとかあったよね、中華なイパネマとかああいうのもそういうやつだろう、まあ一応アニメってことだね、アニメ。
ペンネーム釧路ダンディ、メーガンテ、メーガンテと仲間の魔法少女に自爆攻撃を催促するイジュピカちゃん。なんとか三姉妹とか五姉妹みたいなやつの一人が相当やられてんだよね。相当やられてんのを自分は安全なところに避難してたから、メガンテ、メガン、メガンテ、待ってましたメガンテ。本当のメガンテって辛いと思うよ。こっちは爆弾岩にやられてチェって思うだけだけど、主人公の方だから主人公側のやつのメガンってきついと思うよ。耳とかビチッと落ちてくるしね、こっち側にね。ペンネーム川谷かじめ、メッシの左腕に新しくイジュピカちゃんっぽいタトゥーが入っているとネットで話題になり、ヤベッチ FC で直撃インタビューで真意を聞いたところ、これはサイの陰茎をモチーフにした柄だよと全くの勘違いだったことにことが判明だった。ペンネーム田中袋め、目玉の親父的な金玉が左肩にずっと乗っている。目玉の親父より分かりやすいもんね、親父だということが。ねえ、ペンネーム北あかりの目覚め、めぐみとしあきの最近の髪型って吉川浩二を意識してるのかな。それじゃ魔法少女ゆぴかちゃん、来週もまた見てピカ。こんなこと言うんだ最後、一言ポロって言うんだ。ペンネームナックルボール、メントスコーラでまだはしゃいでいる40代50代をネットで見てしまい、お塩様魔法って何なのかねと夜空を見上げ日本酒をグイッと飲むイジュピカちゃん。もう新作を撮ってるよね、何ですかね、2リットルのコーラのスクリューキャップを開けてそこに遠くからピンって投げたメントスが入って慌てるみたいなやつ、もういいってねえ本当に。ペンネームマイペース、目的地を探すことができる創作系魔法を使って初めてのパチンコ店でも景品交換所をすぐ見つけられるイジピカちゃん。いまだにこの感じなの、パチンコ全然行かなくなっちゃったけど、なんかお店の人に聞くと、あのお店では教えられないんですの、あのパターンなんかあるよな、あのパターン。いまだにそうなの、無言でさ、クリアファイルに挟んである地図指さしたりとかするやつ、いまだになの、あれすげえな、だからいいってすごくない、なんか、ペンネーム記事に間でシーマも、物語もラストエンディングのイジュピカちゃん温度では決まっていつも浴衣から右の金玉がはみ出てる。ねえ、まあもう性別っていうものがさ、魔法少女って言っても性別っていうものが金玉のあるなしでは関係ない時代だから、全然何一つ矛盾していないです、何一つ。ペンネームタイトル、ペンネームカルロスイベリコブさんも、モノマネ王座決定戦でコスプレして踊りながらカラオケ感覚で歌うアイドルグループに10点をつける審査員は、やる気あんのかピカの巻。4点3点5点2点たまなんないもんね。以上かな。もう一個ぐらいいっとこうか。ペンネームちくわぶも、モスキート音が聞こえなくなったのでステッキを下ろす決断をしたイジュピカちゃん。本当なのかね、一時期公園とかについてたけどね、なんかね、だいたい聞こえるかどうかヤンキーが来るからね。モスキート音の機械のそばにね、むしろ寄るからね。さあ、対しますはこちらです。魔法少女イジュピカちゃんカルタ。いや、言うよです。もうさ、悪い例から行きますよ。タイトル何々の巻、
豆腐小僧、ペンネーム豆腐小僧、いや山田うどんの店舗を都内に増やしてほしいピカの巻巻じゃないからさ、それ山田うどんの目安箱みたいに書けばいいでしょ、あのお客様の声受け付けるとこあるだろうからさ。いや確かに埼玉に寄りすぎですよってとこありますけどもね。これね、この感じね、ペンネーム、あの時に助けていただいた父の子、いや闇金融の取り立てがうちに来るもマジカル布団にくるまって気配を消してやり過ごすゆきかちゃん、ま、マジカル布団って何だ、気配消すやついっぱいあるだろ、なんか別に虫に化けたりとか透明になったりとか、マジカルつけりゃ何でもいいと思って。これどうですか、ペンネーム八五郎王位継承、八五郎王位継承というペンネームはたまに書いてくださいますけど、すごく奥が深くて、落語に八五郎出世っていう、こう八五郎の出世物語の落語があるんですけど、王位継承まで行きましたからね八五郎王位継承、いや山岡さんの鮎はカスヤと言い切り、貝原雄山が持ってきたふるさとの四万十川の鮎を涙を流して食べるイジュピカちゃん、京極藩のストーリーですから、これこんなの持ち込んできたよね、京極藩のやつ、鮎の回ですよ、貝原雄山と山岡四郎の初期の戦いのやつですよね、何も分かってないって言われたやつですよね。ペンネーム生ウニ、いや八代秋の船歌を歌いながらファイヤーの魔法でぬるめの缶をつけてイカを炙り、ぼんやりとした明かりを灯し、サイレスの魔法をかけて男を無口にするジュピカちゃんこの番組は俺がなんだろうけど船歌好きだよね、すげえこう定期的に船歌出てくるよね。ペンネームマイペース、先週なんだっけ、水虫をマジカルブテナロックで直すみたいになったよね。ペンネームマイペース、いや闇の力に染まってしまうが、サメ軟骨を飲んだら元に戻ったイジュピカちゃん、もうマジカルもついてる普通にサメ軟骨、膝にいいやつですよマジカルつけろよっていうのもおかしいけど、せめてマジカルつけろよ。ペンネーム置いてかないで、いや山寺の賽銭箱近くに落ちている小銭で買ったペヤングを食べていると、背中に包丁が刺さった男が自転車で走りすぎていくのを見たピカはぁーっつって、痛くないのかな ペンネーム汚い手でいじりました、いやヤジマリーの腰のスプレーの中身を魔法で催涙ガスにすり替えるいたずら大好きイジュピカちゃんエンターテインメントプシューですだよね、エンターテインメントプシューが催涙ガスだから笑いじゃないから、みんなもう目開けてらんない状態になっちゃうから。ペンネーム釧路ダンディ、いやヤツヤのニンニク卵黄の CM だったことを最終回まで気づかせなかったイジュピカちゃん最後の最後になんか魔王との戦いみたいなところで膝を痛めるんだけど、なんかそのヤツヤのニンニク卵黄があるから大丈夫な、その買い込み一番今までやってたその魔法の冒険やらなんやらを孫に聞かせているおばあちゃんの形になって、おばあちゃんはでもそんなにいっぱい戦ったらなんで元気なのっていう話からのヤズヤのニンニクラーも長っ3ヶ月間の、ペンネームウルトラマン木田太郎、タイトル、いや矢田亜希子が
いろんなバラエティ番組で前のめりな姿勢で挑むのはいいけれど、全盛期を知ってる身としてはなんかいたたまれない気持ちになるピカの巻お綺麗ですよ、お綺麗、本当にいい人、本当にいい人ですよ。ペンネーム目に青葉、山盛りポテト初くんに、なんだよそれ。いや、矢口真理に憧れて自分のことをオイラと呼び出したイジュピカちゃん、だがその風体のためかクラスメートからは殿と呼ばれてしまう、オイラよっつって言い方もだよ、じゃ今の言い方だったら多分むしろそう呼んでオイラよ、おい魔法なんかかけてられるかってのっつってそれは殿って呼ばれるわ、そんなペンネームマーチブラウン、タイトル、いや、ヤンキー家族が中古のアルファードから降りてきて後ろ髪の長い息子と一緒に写真を撮れと言ってきたピカ、これだから田舎のドンキはめんどくさいのら、車のナンバーも8888、さっさと椎茸スナック買って帰るピカの巻ドンキの椎茸スナック止まんねえんだよな、ペンネーム生きる喜び、いやなんだか大変なことになっちょるようじゃのうと微笑み、ゆっくりとした足取りで仲間のピンチに現れるイジュピカちゃんマジカルステッキに有刺鉄線をぐるぐる巻きにしたやつをもう肩に担いで、いやいやなんだかややこしいことになっとるようじゃのう、うぬからか、お？ペンネームスズムシ食べた、いや野菜の無人販売所で金が払わないやつがいたとしてもご近所へのお裾分けだと思って黙ってるのが田舎での賢い生き方ピカと逆ギレするイジュピカちゃん、お前かい、ちょっとお金払いましたって言った時にイジュピカちゃんがね、近所へのお裾分けだと思う方が賢いぞという長く暮らすんだろ、憧れの田舎暮らしだろ、だったらなっていう、何なんだよイジュピカちゃんって何なのね。ペンネーム人生のモットーは誠実さ、いや厄年ときて魔法の出が悪いだって、もう昔みたいにビューバーっていうビームは出ないね、もう厄だからなんつっても、ペンネームナックルボール巻き、タイトル、や夜景やご飯の写真に運転ありがとう楽しかったと主語がない言葉を添えてわざわざ SNS にアップしている女はなんか気持ち悪いピカの巻ペンネーム北明かりの目覚め、雪見大福の空き容器に冷水を入れ魔法の使いすぎでほてった金玉を冷やすイジュピカちゃんイジュピカちゃん時々わけわかんねえとこあんだよな、でけえなとあれが一個一個収まるってでけえな。ペンネーム BJ サトル、雪吊りの男に抱かれてでもいないと怪人との戦いのプレッシャーで心が押しつぶされてしまい安心して夜眠れないイジュピカちゃん、エンディングテーマの歌詞がこんな感じだもんね悪いとは知りながらっていうね、悪いとは知りながら、ね、もうどうでもいいんだよ、イベロスカルカイベカルロスイベリコ豚、夢グループで買ったパソコンでインターネットをしているイジュピカちゃんいいしね、全然いいしね、してたらどうなんだよっていう。ペンネームおともひこ、ゆっくりと溶けてゆく買ったばかりで落ちたアイスを見て将来に対する
ただぼんやりとした不安に襲われるイジュピカちゃん。買ったばっかりのやつがあっつってボタッと落って、で一旦太陽のアップになって、でセミが、地面に落ちて死ぬ絵があって、アイスがずーっと横に溶けていくのがあって、それでうつろうなと真っ白な目をしてうつろうな感じになってるイジュピカちゃんが映るシーンね。でその前後との脈略はない、別にね。 CM のに行く前に今のシーンで、 CM 開けたらすげえ普通にやってるから、楽しくやってるから。ペンネームこめかみベアクロー、ユンボダンプが魔法の効果音を全て担当している。どんなそのやつもタポンとか、ね、どんな魔法でもペトンとか、そんな音ばっかりだけどね。キュッポンとか、ペンネームボブサップ、魔法少女イジュピカちゃん、夢ができたと言ってグループを卒業した元アイドルが結局単なる YouTuber 化したり、アイドル時代のファン相手に高額プロデュース商品を売りつけるアコギな商売をしたり、アイドル時代の100分の1以下のキャパの小劇場で8番手をやっているのを見ると、なんだかとっても悲しい気持ちになっちゃうピカの巻。ペンネームランニング大好きよ、良い子は絶対真似しないでねーのテロップが放送中ずーっと画面に表示されているアニメ魔法少女ユピカちゃん。魔法要素ねーなー。空飛ぶ木綿豆腐、ペンネーム空飛ぶ木綿豆腐よ、呼び込みくんの曲を BGM に魔法少女に変身するイジュピカちゃん。全然迫力ない。テテテテテレテテテテテレテテ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 、どこで変身するんだよ。ゆっくりだし。ペンネーム任せるくんよ、予想以上に魔法少女としての旬が短かったイジュピカちゃん、引退後48グループの元アイドルとのコンビで YouTube チャンネルを開設するも再生数が伸びず、10本弱の動画投稿の後は更新がプツリと途絶え、 SNS の投稿も2年間されなかったために世間から完全に忘れ去られ、ネットの元魔法少女イジュピカちゃんの現在はというサイトで、新宿で道で寝ていただとか、風俗街で客引きをしていたとか、父の経営している西松屋で働いているなどとあることないこと書かれているピカの巻。最終回より後だからね、もうね、むしろ。ペンネーム北あかりの目覚めよ、吉本新喜劇のテーマをバックで流せばどんな残虐シーンも許されると思っているイジュピカちゃんアニメ制作チーム、もうすごい、両鼻に指入れて顎に下の手をかけて半分に裂いたりしてんだけど、ファンワカファンファンファンワカファンファンファンワカファンファンファンって流れてるから、まあ大丈夫だろうっていう判断、まあ大丈夫だろうっていう、肘をおろし金で削っちゃったりしてるけど、ずーっとものすごい勢いで削って肘骨見えちゃってても、ファンワカファンファンファンワカファンファンだからね。ペンネームピンコピンコピンコよ、夜な夜なマジカルステッキを片手に交通整理のバイトにイソチムイジュピカちゃん。先端が光るからね、先端が光るから、それをぐるぐるぐるってやってると。ラストジュジュマルよ、よくこいつらに飯をごってやってんだ俺と言わんばかり偉そうな態度でプロ野球選手を下の名前で呼び捨てにして射程扱いするイケスカネ情報番組司会者を牛の資料に変えてやれピカの巻。誰だよ、誰なんだ。イジュピカちゃんも魔法お願いしますもん、終盤なんですから、ちょっと魔法少女風味をちゃんと戻してください。さあ対抗するのはこちらです、魔法少女イジュピカちゃんカルタ。
業だからね。タイトル、ペンネーム鈴虫食べた、ラバーガールみたいな緻密なコントをやるコンビがショートネタで売れるなんて思いもしなかったピカの巻まさか TikTok とかでバズるっていうタイプではないと思ってたけれどもね、魔法はペンネーム犬は地味編、タイトル、ラガーマンとのパワーセックス直後はこんなしんどいことは二度と勘弁ピカなんて思うものの、三日もすれば激しい夜のスクラムが恋しくなるものピカの巻ラウンジペンネーム形状記憶老人、ラブホ女子会というきな臭いくくりで集まったグラビアアイドルの友情はお金や嫉妬で簡単に壊れるピカの巻ラブホ女子会ねえ、ラブホ女子会、なんか魔物の匂いしかしないよね。魔物の匂いがすごいするよね。ペンネーム恐怖グラタン男、楽にしてやるピカと言いながら二日酔いで苦しむ仲間の魔法少女たちにマジカルしじみ習慣を飲ませるしじみ習慣で大丈夫だよ、二日酔いでしょ、二日酔いだよね、黒魔法とかでやられてるわけじゃないからマジカルの要素なくてもすぐしみっかんね、なんかあの、しじみ習慣の入ってきてるっていう入ってきてんなー、いいのが今入ってきてんなっていう感じは別にマジカルじゃないですから、しじみ習慣、しじみ習慣を飲ませるイジュピカちゃん、ペンネームメガネ玉手箱、ラムタラ秋葉原店の俺さ、ラムタラって実はさ知らなかったんだけどさ、調べてあこういうとこなんだと思った上に秋葉原行くたびにラムタラ見ちゃうんだよね、ここのことがラムタラっていう AV のイベントとか結構あるよね、ラムタラ秋葉原店の狭いエレベーターに怖くて乗れず、マニアックな AV を買うために上の方の階まで階段で上がっていくしかないイジュピカちゃん魔法でなんとかなんだろうよ、ラムタラの売り場を逆転させたりとかさ、空飛んだりとかさ、ラムタラの売り場を逆転させるぐらいで魔法使うんじゃねえよ、ペンネームシーラバカンス、リサイクルショップで魔法少女イジュピカちゃんなりきりセットが大量に売られてるのを見て悲しむイジュピカちゃん、ちゃんとセットとか出てんだね。ペンネームマイペース、量産しすぎて大量の在庫を抱えたイジュピカちゃんステッキにバイブ機能を加え、ジョークグッズとして再販することにしたスポンサーだって。思い切ったね、スポンサーにブブブブブブって。ペンネーム八五郎王位継承、リッツに魔法をかけてルヴァンに変えるイジュピカちゃん。変えなくていい、気持ちの問題だよ基本的に気持ちの問題、ね、ペンネームヒメルテア、リラックスしすぎて眠ってしまわないように旅サラダで流れる映像の中に渡里哲也の画像を数コマ混ぜてサブリミナル効果で神田正輝の目をシャキッとさせてやったピカなんか緊張感あるんだろうね、ブルってくるんだろうね、なんかね。ペネムジャガヤマリコ、リボンにて最初は掲載されていましたが、読者の年齢が上がるにつれて掲載誌が変わっていき、現在は漫画娯楽でイヌピカちゃんは読めます。ずいぶん変わったな、リボンから、ペンネームウルトラマンキダ太郎、タイトル、
リッツでおしゃれなカナッペを作ってホームパーティーを開いたところで、お前の根底にある貧乏臭さが隠せてるでも思ったら、隠せてるとでも思ったら大間違いピカカロマキラ行でルバンでもいけるしリッツでもいけるっていうね、ペンネームラーメン屋の剣リ、離婚調停中の嫁と街でばったり出くわした。隣には新しい男、軽く会釈をしてすれ違うと、後ろから男の声で誰あいつと聞こえた。それに対して嫁は例の元夫と答えた。しばらく歩いてから僕は、まだ戸籍の上では夫だっつうのと独り言をつぶやく。すると涙が一粒こぼれた。嫉妬なんかじゃない、あの頃にはもう戻れないっていうことが悲しかっただけだ。そんな悲しみが消える魔法があればいいのにピカの巻き女の子向けのね、女の子向けのね、今そういうカルタにしようかなっていうね、ペンネーム俺は話を聞けるルー大柴が英単語を言うたびにモーリー・ロバートソンのおちんちに電流が流れる魔法をかけてやったピカ何にも悪いことじゃん、モーリー・ロバートソンルーさんが英単語使うよ、そうするとモーリー・ロバートさんビリってくるから性病かななんつってだって全然関係ないところで、別に床にも何にもないルーさんがヤブカラスティックっつっただけでビリッビリッビリッつきちゃったペンネーム紫の猫レレッツゴー吉政に素のイジュピカちゃんの話し方のモノマネをされるイジュピカちゃんラリルレロの中で新しいの見っかったね、レッツゴー吉政さん見っかったね、ペンネーム釧路ダンディレレジへ通してませんよ、あレジ通してませんピカよねとマジカルステッキのフックの部分で万引き犯の肩をガッと引っ掛け逃げれないようにするイジピカちゃん ペンネーム任せる君で令和になりコンプラが厳しくなったため決め台詞の次悪さしたらお前の母ちゃんのアナルをいじくり倒してやるからなが長いピーという音で消されているペンネームチェリバツで冷凍餃子の冷凍餃子を敵の口に詰め込んでアイスホッケーの棒でバンバン顔面を殴る拷問の方が魔法なんか使うより効果的だと気づくイジピカちゃん違うんだよ、魔法少女だからさ、魔法少女だからね、その口の中にカッチンカチンの冷凍餃子を入れて顔面をだよね、アイスホッケーの棒で叩くって魔法の要素がゼロだから、ペンネームソフィーと双子の姉妹で連休中毎日解毒魔法を使うも全然治る様子がないので仕方なく泌尿器科で抗生物質をもらってくるイジピカちゃんなんだよこれ直吉ロケット団のメガネの方が蔵元だと長年勘違いしていたイジピカちゃん逆だけどじゃあ蔵元じゃない方が何だったかはよく分かんないっていう三浦三浦、ね、え、メガネの方が三浦、土下座上手の方が倉本、定かじゃない、各自スマホでねペンネームカルロス・イベリコ豚ロッテリアはハンバーガー屋の中でも数少ない喫煙スポットなので最寄りの店舗は全て頭の中に暗記しているイジピカちゃんそうなの、ラストペンネームあの時助けていただいたツチノコローソンでアイスコーヒーを買って必要以上にシロップとミルクを取って店を出たら父
転車がない、ここに止めてた自転車がないと動揺するお母さんとギャン泣きする子供の親子に遭遇したピカの巻。たまになんかこのパターンあるよね。何かこう後ろめたい行為の後にあんまり見たくない光景を見ちゃうっていう法則性はよくわかんないんだけど、そのタイトルが必ず出てくる。なんか寺かなんかでもなんか見てたもんね、嫌な気持ちになるもん見てたもんね。ということで魔法少女イジュピカちゃんカルタでした。さあ対するはこちら、魔法少女イジュピカちゃんカルタ。和式便器の形のさ、カレー皿をさ、それこそ、今すぐ買ってきてって言ったらどこで、どこでって、なんか売ってる場所が分かんなくないの？東急ハンズはないよね多分。まあ東急ハンズってのも、ハンズってのもいわゆるビレバンか。わあ、ビレバンありそうだわ。あはは、ビレバンで多分あれ買ってくるやついたらもう付き合わないと思う。付き合わない正解だと思うわね。俺とはほら違うからっつって、ね、今後大きな喧嘩をするよりいいと思うんだっつって。さあ、魔法少女イジュピカちゃんカルタはラ行難しいところです。ペンネームナックルボール、ね、もうイジュピカちゃん大百科、イジュピカちゃんの得意技ラ、ライザップの曲をおならだけで再現できるイジュピカちゃん。ブーチョブーチョつって。テレン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 テンもね、あそこもね、ぐるっと回って回って明るくなるところもできんの。ブーチョブーチョだけでもすごいんだけど。みんなさ、こう暑いし高ぶってんだと思うんだけどさ、イジュピカちゃんの口を借りて何でも言っていいわけじゃないじゃん。ましてその巻き、ね、タイトルのところ、ラビットを見てどれだけお笑いに詳しくなったつもりでもお前自身が面白くなったわけではないピカって書いてあるんだけど、もう、ま、魔法の要素も何にもないんだよ。ないピカの巻きって書いてあるから。ペンネーム高原キャベツ太郎、ランバダを踊っていたら覚えのない黒魔術が発動したピカの巻。ペンネーム形状記憶老人、ライス関町二の口うるさい万引き主婦を魔法で呼び込み君に変えるイジュピカちゃん。ずーっとクレーム、万引き G メンに手掴まれても会計しようと思ってたの一点張りだからね。そのこの、スーパーの なんていうの、その、ルートが分かりにくいから、自分は普通に、セルフレジの方行こうと思って迷っちゃっただけだっつって、駐車場の手前で言ってるから、もうしょうがねえなっつって、もう困り果ててるからっていう、呼び込み君に変えちゃったから。でそうやって考えるとさ、俺の行く OK ストアさ、やたら呼び込み君なんだけどさ、全員もともとそういう人ね、もともとそういう人が変えられたって考えると、これからみんな呼び込み君見るために変えられたんだと思うと。ペンネームボールペン返して、リカコのスタイルブックを真に受けてハワイに移住した友人がフェイスブックにアップした現地の底辺サーファーとハグしている写真にいいねをくれてやったピカの巻きの巻き。何一つ魔法の要素がない。ペンネームアルカポネ、理由もはっきりしないのに夢グループの社長がズラだと決めつけている人が多いから
マジカルトルネードで確かめてみるピカの巻、うん、ちゃんと魔法が入ってるでしょ。マジカルトルネードが入ってるからこういう巻だったらあるかもしんないけどね。ミカコのスタイルブックを真に受けてじゃねえっつも一人いい子いたと思ったらもうペンネームピストルチョコ リモコンに、ま、ラップを巻いている家は葬式みてえな匂いがするピカの巻。お香なのかな。そういうののこう多分俺に比べれば潔癖だと俺どうでもいいと思ってるからな。俺に比べれば潔癖のお家だからその匂いの元は多分お香だと思うよ俺。ペンネームマイペースリフティングされているサッカーボールと山本浩二俳優のね男前の山本浩二の金玉の感覚をシンクロさせて見たピカの巻。痛い全然関係ないやつがリフティングしてんのに山本浩二が痛いペンネームナックルボール リリコと元純烈の旦那のデュエットがエンディング今期のエンディングのイジュピカちゃん。あでもなくない感じするよね。なんかちょっと元気ソングみたいなやつ。ペンネームソフィーと双子の姉妹両国に住んでいる彼氏にエッチが終わるとすぐにルーラで帰らせられるイジュピカちゃん。帰れお前ルーラなんだろお前いいから帰れ人を大吹きながらねえ人を大吹きながらお前ルーラなんだろお前帰れビューンっつってたまたま鉄骨のラブホテルにいる時それやつが頭ガンっつってビャインって戻ってきちゃった洞窟でルーラー使えないって思い出してペンネームボブサップ竜のタトゥーが入っている風俗場に軽口で相当やんちゃしてきたでしょと言ったら想定の100倍の激重エピソードが返ってきてチンコがピクリとしなくなったピカの巻き誰のなんだよこれ死体は誰なんだよ魔法少女魔法少女だからよ。うーんペンネームカルロスイベリコ豚ルービックキューブがクリアできずにイライラして壁にぶん投げたら白骨化した死体が出てきたピカの巻きガーでそっからミキっつってボロボロボロ骨っつってペンネームカルロスイベリコ豚ルイ・アームストロングの霊を膣にまとわせ膣ラッパで聖者の行進を完走するイジュピカちゃん。あのなこの番組で勢いで読んだことは何度かあるけど膣ラッパなんていう言葉は金田一秀穂先生に言わせればないんだよ。ルーだから霊ねペンネームソワノクジラで熱子を吉政演じる志村けんみたいな喋り方のイジピカちゃん , , 笑いっていうのはねそうね照れがないとダメみたいなそういう感じのな雑だわな熱子を吉政君もこれ初めて見たけど、まあ、名人芸なんだけどできるかどうかコピーしてみたけど雑これはやっぱり追い詰められこれ文字制限で追い詰められた時にこうラリルレロなんてみんな使い切ってるじゃないですか。もちろん今まで使われてるもの行くのもすごいんですけどあったっていう感じの紫の猫さんレディースアデランスのおかげで表情も明るくなったイジュピカちゃんだってペンネームチェリマツ恋愛をすると魔法が一生使えなくなるというリスクを背負ってでも岡野陽一と付き合うつもりのイジュピカちゃんあそこ好きなんだマキねマキで
劣等感だらけの反省と主観的な世の中の不条理をただただ愚痴っていくだけのくだらないツイッターアカウントだったのに、たまたまつぶやいたツイートが世間の不満と合致して大いにバズってしまったことで、もてはやされたこと、ことで、大いにバズってしまい、もてはやされたことで、勘違いしたまま軸がブレブレの空っぽな活動家みたいになってしまったから、私はそっとフォローを外したピカの巻。ペンネームニュー川崎、六本木にちゃんこダイニングピカをオープンしたオープンしたピカそれは元々和歌だったとこだよね、その居抜き物件ね、元々和歌だよねこれどうやって考えんだろう、こんなの。ペンネームチェリバツ、ロングコートダディのウサギと外見がそっくりのイジュピカちゃん、ちょっと可愛いじゃん、なんかわかんない、ちょっと可愛いんだけども、少しずらした感じすごいじゃん。ラスト、俺はこれがどうやって考えるのか知りたい。ピストルチョコ、ローマの休日に出てくる真実の口に手を入れると水谷豊のポケットとつながっていて、チンポジをそっと直してあげるイジュピカちゃん何この文章、ローマのその休日の真実を口ポケット入れたら、それがちょうど水谷豊のスラックスの右ポケットにつながってて、奥まで行ったから、ついでだからチンポジをスッて直して手を抜いてるわけでしょ、ローマで。何これ。ということで、魔法少女イジュピカちゃんカルタ、はですね、ペンネームナンバーナンバーは、和田アキ子を最初はキャスティングしたが、予算の関係でミスターシャチホコが歌うイジュピカちゃんオープニングテーマ明らかにね、明らかに和田、みんな和田アキ子が歌ってると思って、富士サファリパークの CM 並みに和田アキ子が歌ってると思ってるんでしょうけどね、ペンネーム BJ サトルは、若月千夏が若手ギャルモデルから話を奪って自分の話で終わらせようとするたび、傍らの浜口京子に電撃魔法を放って規制を上げさせ話をうやむやにする活動をしているイジュピカちゃん急にね、急にこれでうまくまとめて私の手柄で終わった感のあるところで、いいって言いますから、いいってなんだよっつって、どうしたどうしたっつって、上田君がどうしたどうしたどうした急にっつって、和洋だからね。ペンネーム白熊パパは、若月千夏が国民的女優になって、和田まんじゅうが世界的俳優になる世界線に変わるまでタイムリープ魔法を使い続けているのに、ちっともそうならないピカの巻、どこをどう直していくとね、そうなるんだって。ペンネーム BJ サトルは、私を都合のいいセフレとして好きな時に呼び出すことを、あの人が召喚魔法って言ってることぐらい薄々気づいているピカの巻切ない。あー暑いな、眠れねえな、召喚魔法と行くか、もしもし来れるなんつってね、気づいてんだよね、気づいてんだよ、そこなんで切ないんだよね誰向けなんだよこれ。ペンネーム蘇我のクジラ、しばらく大好きだな俺このペンネーム蘇我のクジラ、は脇の造形だけ
異様にリアルなイジュピカちゃんフィギュア。わきフェチの造形師の人が作ってんだろうね。もう他はちょっとアニメっぽいにもかかわらず、脇のなんかこう曲がった時の脇のな感じとか、その手を伸ばしてる時の脇の感じとかがすごいちゃんとしてんだよね。ペンネーム形状記憶老人は、ワンダーコアを魔改造して作った郷皆川妖精ギプスで横に寝るのかな。ワンダーコアは普通は仰向きに寝るんだけど、多分横にセットするとバイーンって戻るようになってんのかな。ねえ、ミヤネ屋生放送中のミヤネ政治にうんちょこちょこちょこピーをさせてやったピカの巻なんで餌食になってるのがミヤネさんなのかわかんないんだよね、あとまたほら魔法じゃねえから魔改造だからね。でパネとかをつけて、もうだから普通に横に寝させて、でバネでぐいぐい逆サイドに引っ張ることで、もう筋肉の片側だけに張りを与えて、ちょっとでも油断するとうんちょこちょこちょこピーってなっちゃう。てーてれてててて、うんちょこちょこちょこピー。最近全然見てねえけど元気でいるのかしらねえ。やっぱなんかね、うんちょこちょこちょこピーのとこだけじゃなくて、てーてれてててて欲しいね。かあのお正月の番組だときの、うーん、ちょこ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 ね、なんでこんな好きなんだろうね、郷皆川くんがお正月のネタ番組出てくるときだけやってるよね。うーん、ちょこ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 ちょ、うーん、ちょこ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 ちょピーンね、すごい好き、すごい好きだわ。スズムシ食べたは、ワンカップの容器でとろけるプリンを作るイジュピカちゃん。あー、なんかさ、意識高い系がもう一個突き抜けた逆に系ある、逆にみたいな店で出そうな感じだよ。なんか逆にの店、わざとワンカップ大関のあのラベルとかのマークもついたやつで作るみたい。ペンネームスズムシ食べたは、ワニワニパニックのワニを素手で乱暴に叩くやんちゃな友達とルール違反の二人プレイでハイスコアを叩き出していたら、間違えて1万円すべてメダルに交換してしまったおじいちゃんを見ちゃったピカの巻き。ああつってちゃんと書いてあるのにね、500円玉4枚と1000円8枚とかイラストで書いてあって、全部メダルのところに落ちちゃってるから、ザクン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 っていう、もうね、ゴロ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 ってのバージョンのやつがゴロ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 って出ちゃってんだよ。こんなさ、やからの友達たちワニワニパニックやってるのに、ちょっと切なくなっちゃうところがイジュピカちゃんの可愛いとこなんだよね。ペンネームセミがナイトルンや、渡辺篤史に本音しか言えなくなる魔法をかけ。いやー、くそ不便そうな家ですね。3階に物干しスペースって年取ったらどうするんですかこれと言わせてしまうイジュピカちゃん。どんなとこでも褒めるからね。ペンネーム八幡山のエイトは、私中卒やから仕事もらわれへんの歌い出しで始まるイジュピカちゃん音頭が夏はエンディングで流れますファイトだから、私中卒やから仕事もらわれへんのやと書いただよね。なんか少女の手紙の文字が震えてんだよね。ねえねえ、音頭ではないからね、私中卒やから仕事もらわれへんのやと書いたとはならないから、パパンがパンとはならないから。ペンネームチェリマツは、わー、私さくらんぼーと歌いながらモーニングスターをブンブン振り回して敵の恥骨を粉砕するイジュピカちゃん
もう一回だよね。で言ってすごいな、モーニングスターで恥骨を粉砕するってすごいよね。ブンブン言って、要するになんと、あの、西部劇に出てくる輪投げとか投げ輪の感じでブンブンブンって横に回してるやつをラストだけ縦回転入れて下からえぐり上げるようにズドーンっていくからね。で、恥骨を中心にくの字に相手が曲がるぐらいの感じでいって立ち上がるたびにもう一回だから。いやー、ペンネーム北あかりの目覚めは笑いだけを食べてなお変な名前の食パン屋にはやっぱり薬とも来ないな。それじゃあまた来週も見てピカねーだって。まあいよいよパン屋さんも大変なことで、高級食パンのなんかあの名前つけるそのプランナーみたいな人、朝の番組やった時にラジオ来たけど、もうルックスからそういう感じの人だったよ。なんかあの BB クイーンズの近藤さんをブックブックに太らせたみたいな顔の人来てさ、なんかこう、あ、こういう感じなんですごいおしゃべり上手。そりゃそうだろうなと思った。おしゃべり上手じゃないとって思ったね。北あかりの目覚めは巻は私何歳に見えますって飲み会の席でめんどくさい質問をしてくる女はどうせ風呂上がりにメタリック金玉みてえな道具でスキンケアしながらレインボーの YouTube 見て SNS にしょうもねえこと投稿してるに違いないピカの巻。結構待ったんだけど魔法の要素が出てこねえんだよ。お前の中の悪いものしか出てこないんだよ。ペンネーム犬は地味で巻はわさび畑でいたずらに放尿していたら山に置き去りにされたボロボロの白ギャルを見ちゃったピカの巻。えっつってねえ、お化けかな、えっつって悲しみの成分でできたゆうちゃみちゃんみたいなやつが、ね、ボロボロになって山道を歩いてるからね。巻ペンネームどうにもならんは割と芸人や佐久間系業界人がそういうムーブをしてきたせいもあってあそこで即座にあのツッコミワードが出るのは素晴らしいだのまだまだ平場は慣れていないのか司会と編集に救われただのあの場で安易に芸人じゃなくアイドルのあの子に振ったのは一種の賭けだったろうけど奇跡的なまでの開始でスタジオ揺れてたまあお見事だのテレビの面白を即座に分析および抽出してSNS でひけらかすタイプの視聴者が増えてきたことについて例えば芸人側はどう思っているんだピカの巻だからさお前の辛辣なやつじゃん。お前のただただ辛辣なやつだよ。の巻じゃないよ。最後にピカの巻じゃねえよ。ペンネームボブザップわんぱくおちんぽ紳士という有名風俗ライターの正体が父親だと知ってからもう魔法とか世界とかどうでもよくなったピカの巻なんだよわんぱくおちんぽ紳士振り仮名はジェントルマンだけどねわんぱくおちんぽジェントルマンことお父さんだからね。ペンネーム犬は地味編は若さの秘訣は何ですかなんて女優に聞いても何もしていないか一般人には到底真似できない時間と金を使うことしか言わねえんだからインタビュアーは今まで最高のチンポは誰のチンポでしたかとか気の利いたこと聞けピカの巻の巻じゃねえんだよお前の辛辣なやつばかり入れてくんじゃないよ
最後に来て。で勝てば終わったから終わりじゃないですか。まあ負けるか分かんないですけど、ね。ペンネーム北明の目覚めは、ワイバーンと、柳葉敏郎を魔法融合して、柳バーンを生み出したはいいものの、勝俣のことをかじるわ、会議室にいるっきりで全然外に出てくれないわで、全く手を焼くピカよの巻き最後にこの融合ね、融合怪物を出してきたんだけどね、何が柳バーンだよ。ということで、イジュピカちゃんの和行でした。対するはこちら、魔法少女イジュピカちゃんカルタ。さあこちらはオンリーです ね、勝ち抜ければ上がりですね。ペンネーム蘇我のちくわは、ワイヤレスマジカルステッキのワイヤレスマジカルステッキの充電が切れたので、ただの棍棒として武器に使うイジュピカちゃんただボコしていけばいいだけで、もう別にね、魔法とかいいんだよね、もうね、ボコせボコせっていう、うん。ペンネームニトロは、割れ目でポンの対局中に魔法で牌をすり替えた瞬間がバッチリカメラに撮られ、大炎上したイジュピカちゃん。魔法ではないけどね、おそらくね、イカサ、ただのイカ様だと思うんですけどね。どんな魔法かっていうと、こう積もってきて、積もってきた3本指と畳んでる2本指の間にもう1個パイが見えるっていうやつだから、魔法じゃないですかね。でそれを積もってきたように見せかけて、挟んでた方のパイを中に入れてるっていうやつなんで、魔法ではないんです ペンネーム枯れゆく花の姫は、ワークマンのファンベストを魔改造し、30秒だけ空を飛べるようになったイジュピカちゃん。あー、魔改造の夜でやってほしいですね、あのファンベストをね、あそこブイーンっていうやつで上飛ぶ。魔法少女だからファンベストでとか、あと魔法じゃ、魔改造は魔法じゃないから、うん。背中にはいつも幸せのポップコーンは、私はやってないんですけど、枕営業をしている魔法少女結構いますピカと、テレ東の深夜番組で暴露トークをするイジュピカちゃん。私はやっていないんですけどって言ったら、そういう風に信じてもらえると思ってるのもちょっとすごいけどね。何々の巻もちょっと読んどきましょうか。はペンネームボールペン返しては、ワイヤレスローターの刺激に耐えきれずに野外で着衣放尿している人妻 AV 女優には、人には言えない過去の一つや二つあるピカの巻あるよねえ、っていうかそれに出てることすらも新たにそうなってるケースの方が多いと思うんだ。そのなに、ワイヤレスローターの刺激で着衣したまま、はすってジョボ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 っておしっこしている、役でおなじみの吉田でございますとは言ってないでしょ、どうやったって。みんなには、近所の方にはソフィーと双子の姉妹は、若月千夏がバラドル女子会とやらにあのちゃんを入れて囲いたがってるピカの巻っていう多分あのちゃんの今分かれ道なんですよ。ここに入るか、ここにも手なずけられないっていうキャラクターをやっていくか、あそこの互助会にその、その若月千夏をあがめながら入り、めぐみとあの辺をあがめながら入るかどうかで、仕事のこうなんていうのかな、やりやすさを取るかが今すごく正念場、本当に分岐点のところにいますね。何の解説だよ何の解説だよこれは。ペンネームピストルチョコは、藁人形を打つリズムを暴れん坊将軍のテーマにするとたまに指を打っちゃうピカの巻暴れん坊将軍ってなんだよ。
てててててててコン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 コイテッツでそのなんで暴れん坊将軍のリズムで打つんだよ。勇ましい曲じゃねえかよ。コンコ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 ンココンココン、ここだね、ここが難しいんだね、おそらくね。うん、ペンネーム、オーマ、オーマ失格、あ、人間失格に一棒足したやつね。オーマ失格、オーマのマグロのオーマは、私の体がバラバラになってもいい、だけどこの魔法は絶対に成功させると叫びながら、禁じられた魔法をついに発動し、日高屋の特特クーポンが廃止されなかった世界を想像し直すイジュピカちゃん。もうその時にはイジュピカちゃんはこの世にいないけど、廃止一回もされてない世界線だから、誰もイジュピカちゃんに感謝もしないで、まあそういうもんだと思ってね、トクトククーポンを出してるんですよね。ペンネーム恐怖グラタン男は、別れ話の雰囲気に耐えきれなくなり、つけたテレビではしゃいでいるダイアン津田がゴイゴイスーというたびに、相方のユースケの金玉が熱くなる魔法をかけるイジュピカちゃん、なんだよそれ。なんだよ、ペンネームナンバーナンバーは、若者ぶってエモいわーや、カワチーを連発していたのに、不意に出たいただきマンモスでいただきマンモスって言っちゃうとね、昭和生まれを疑われるイジュピカちゃん。篠田マリメッコ、私さ今日全然漏れてなくないって周りに聞いている3時のヒロインの福田をクソで煮込んだような女、お前はいつも漏れていないピカ、野巻。野巻やっぱずるいな、ペンネームただ今日を生きるは、和紙を濡らして敵が寝ている隙に顔の上に乗せるという水魔法が得意な水魔法じゃないですよ、呼吸ができなくなっちゃうやつなんですよ、イジュピカちゃん。ペンネームスズムシ食べたは、若手芸人はやたら可愛くディフォルメしたファンアートを投稿する人たちが5年後も同じ熱量で自分を応援し続けることはないと思った方がいい、ピカの街。ペンネームサースンは、ワイドなショーにワイドな魔法少女として出演したが、ことあるごとに昔は魔法なんてなかったが心は豊かだったという主張を繰り返す武田鉄矢に腹を立て、持っていたマイクでぶん殴ってしまうイジピカちゃん。魔法魔法と、あと全カルタに武田鉄矢を出さないね。ラスト、愚か愚かは、ワールドエンドという名の特大放棄魔法が発動。ワールド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 エンエンエンバブー。ということで、さあどうなるんでしょうか。リスナー投票で勝ち残るカルタを決めます。勝ったと思う方のカルタが日々これゾンビカルタなら、メールの件名にカタカナでゾンビ、イジュピカちゃんカルタなら、メールの件名にカタカナでイジュピカと書いて、メールの本文には住所、氏名、年齢、電話番号をお書きの上、これからかかる曲の間に送ってください。投票は1人1回で、抽選で3名様にバカ力からカードをプレゼントします。メールアドレスは baka@tbs.co.jpbaka@tbs.co.jp です。曲は宇宙魔王で、開い、受付開始。さあ
投票はここまでです。結果いきます。日々これゾンビカルタ359票、魔法少女イジュピカちゃんカルタ451票、勝ったのは魔法少女イジュピカちゃんカルタ。ゴールということで、和を勝ち抜けましたね。まあまあ、くしくも、まあ偶然、ラストのワールドエンドね。で、ワールド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 、エン、バービー。別に何も起こんないんだけどね。でかいおならをしただけだけどね。で、今後これを見た子供たちが、ワールドエンドって言ってからおならをするようになってね、PTA で問題にはなるんですけども、まあこれがラストを飾りましたね。